ハロー、始まってますか？ヤッホー、始まった。おー、トゥデイメイタイム、イエーイ。ハローエブリワン、ハロー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 。お、こんばんは。すごい、皆さん、おやおや。ハロー、始まってる。あ、メインのとこまだ始まる。始まったメイタイム、ハローハローハロー。あー、はい、 This is メイスルガー Today Oh my stream No ヤッホー、メイタイムメイタイムメイタイム。お、皆さん続々いらっしゃってくださって、どうもどうもこんにちは、スルガメイでございます。今日見てください、ジンベイアゲインジンベイアゲイン、ジンベイメイちゃんハロー。あ、すごい、さゆりさんこんばんは、おときさんこんばんは、りんりんもいる、りんりんこんばんは、よよよよよよ本日10時から新木場大会見てくださった方々、ありがとうございました。新木場、新木場、 I won I won 知恵蔵、皆さん見ましたか？そう、夏はまだまだ終わらないですよ。お晩です、こんにちは。すごい、本日はですね、まだ皆さんには変化がわからないかもしれないんですけども、自分から見えてる景色がものすごいことになっております。もうこうあっ、ちょっとこれはどうなんでしょうか。え、なんで本日今自分一人かと言いますとですね、皆さんご存知でしょうか、バリアンアッキが本日全日本さんに参戦いたしました。イエーイ、アッキー、アキアキアキ was going to the All Japan All Japan Pro Wrestling maybe。 そう、アキ全日本なんですよ。だからまだ今多分帰ってきてる途中。アキ is how way、 アキ is him wayI don't know. Yes, Aki AJPW again. So Aki now back. Aki is coming to here. So please wait. So sorry, my poor English. Everyone don't know where about this stream. I'm so sorry. めいちゃん、かわいそう、ありがとうございます。赤木あきらさん、そう、 AJPW さんに行ってるので、ちょっと、by the way、 Hello This is エミさくら。あ、すごい見やすくなってるね。すごいですね。今まで私が見てたのはこの PC、 ちょっと上がらないのか、上に、はい、この PC のサイズで今まで見てたんですけど、はい、何倍になった？1、2、3、4倍？4倍です。4倍の大きさになってしまったので、皆さん、いや、これすっぴんはちょっと無理だね。あ、出してあげて。すごい、私たち今現在ですね、このこういう画面になってます。え、すごい、質問めちゃめちゃよくない？そんなことない？モニター汚れてたの？すごい、画質がものすごく良くて、だよね、なんかあらが見えちゃう。いや、本当だよね。あれ、これもこんなに大きく、いや、なんかでかく見えますね。見えてた気がしない。皆さん、いつもこんな、はい、ということで、私たちモニターを設置したということで、本格的にチョコプロストリーマー、ストリーマー、ウィアストリーマーになる、ストリーマー、イエーイ、なるんですが、今日はマサさんカーム 9pm9pm マサさんトークショーは、はい、トゥモローアニバーサリー、はい、アニバーサリーで、でアニバーサリーコールデイか、で、トゥデイジンベ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 イに、あ、マイプラン、バッ
マイジンベイズ、where? 見ました、見ました。絶対あるよね。I saw before. Today, our plan is a live stream for Masa-san 17th anniversary. Choco Talk with Masa-san. And then, Masa-san have Jinbei. I have Jinbei. Sakura-san have Jinbei. Aki have Jinbei. So, we won't wear Jinbei together, but I wear now. Maybe Masa-san wear now. But Sakura-san...さくらさん、ジンベイズ、ランダウェイ。はい、ジンベイズ、ランダウェイ。ウェア。マサさん、マサさん、じゃあ、さくらさん、ジンベイ。うん。She lost her ジンベイ。見ました、見ました。絶対ある、絶対ある。ずっとあって、この。ずっとあったんです。実はプレゼントでいただいたんですけど、そのジンベイを着るまでは夏を終わらせられないと思って、いい機会だから、ここでみんなで着ようと思ったんだよね。ありました、ずっと見ました、その置いてあったもの。そう、新品なんですよ。だから新品だから袋に入って生まれてたよ。そう、今朝のとは違うんですよ。ジンベイが逃げました。ジンベイズランダウェイ。 No, not I lost. ジンベイズファラウェイ。 Yes. ジンベイが逃げました。 OK, じゃあめちゃんタイム。はい、Keep going. はい、Keep going. I searchえ、本当に見ました。いや、知ってないと思うんだよ。これは私映ってる？映ってる。OK、 映っております。あ、でもそうです、先日そのあたりを、そのあたりを、そうです。まあ、ここに座ったもんね。一番ちょっとここに立ってます。モザイク。いや、もうトークしてて、私は気にしない。私いないことにしてみんなロストだと思う。あったー！あったー！イエーイ！イエーイ！シンファイニー！ iPhone！ OK！ ニュージンベイ！で、でもメイキャップとかしていきたいから15分頑張って。あ、わかりました。おー、エブリワン、ビッグニュース！This time I have 15 time! So 15 time, while 15 time?It is me time! イエーイ！やった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 、トコ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 ミ。やったー！ 15 分メイタイムをいただきました。イエーイ。え、皆さん本日の新競馬大会見たのでしょうか？見てくださったのでしょうか？話したらスポイラーになりますか？ Everyone! Did you watch? Yes, please don't spoil it! The race!新競馬ショー。 If I talk about the match, I'm a spoiler. How about me the May time again? 15 minutes May time. Who I made? そう、さっき見ました。おー、ありがとうございます。Yes, I did. Thank you, everyone. By the way, ちょっと I'm hungry. So, ちょっと I bring my... No! No, where are you going? Just being very mean to Chie. Oh, I don't think so. I'm not mean, you know? You think I'm mean? May is mean, really? Really, do you think so? I have no idea. I'm eating the snack. なんかスポイラーになるんですね。 Okay. I'm not a spoiler.May will introduce her snack. Yes. This snack is Japanese sweets.
ドラ焼き、なんかパンケーキ、パンケーキ、パンケーキ、ミドルはあんこ。あ、すいません。そう、試合の岐阜、岐阜、岐阜どっちかわからないんですけど、どっちですか？岐阜ですか？岐阜ですか？岐阜を早く早くリツイートしてしまう癖がございまして、すいません。秒速でリツイートしてしまいました。Be careful, everyone. うん。Gary, may what Japanese snack should we try? You should try Karinto. Karinto is just sugar.Just a sugar. Sugar, sugar. Yes, so many sugar. So many high calorie. This is high calorie. Yes, just sugar. Sugar snack. So if you ate this, Sakura-san now doesn't care everything.So, if you eat this, maybe you will be high tension, like me. なんでしょう。日本のおすすめのお菓子。リアルスピードスポイラー、そうなんです。すいませんね。すいません。なんでしょう。でもこれ、You should try this.Very good taste. And you know this? Coconut sabre. Coconut. And if you like beer, then good. This is maybe kaki no tane. Kaki no tane. Kaki no tane. And beer, maybe good.I don't know. Just image. I cannot drink beer. But good. Oh, thank you. In Young Zapata. Zapata. In Young Zapata. Thank you. 酒のたね。きっとお酒に合いますよね。わからないですけど。Holding my English.カキピー、Yes, カキピー。カキの種 is called カキピー。Chris Brooks coming to the stream. I don't know. I want just Masa-san. Of course, of course, of course. Late Alfie. Oh, Alfie, you are late.言っちゃった。No problem! No problem! Oh, Arfie! Today! ほら I'm Jinbei Mei. If is Mei teetotal teetotal or just doesn't enjoy beer? Teetotal? Teetotal? Tea? Teetotal?wait, teetotal. Alcohol? Alcohol teetotal. Oh, I search teetotal's meaning. Oh, hurry up. Come on, my Wi-Fi. Teetotal. Oh, thank you!Oh, you are Google teacher. Teetotal equal no alcohol at all. Yeah, I like no alcohol. I won't drink alcohol. Because everyone looks so fun. Looks so enjoy alcohol. Drink. Woo! Yay! But, so...I won't drink, but if
I don't drink alcohol, I can enjoy. I can enjoy without alcohol. So now I don't need. Now I don't need. But I'm interested in alcohol. May doesn't drink. Yes, much. そう、そんな我慢してるとかそういうわけじゃないですよ。そう、禁煙ってわけじゃない。あ、かけピーは鉄板です。ですよね。ですよね。なんか甘いものじゃないんですよね、きっと。お酒飲む方々は。わからないですけど。全部わからない。カリカリ梅。で、多分好き嫌い分かれるやつ。シュメイパンク。こんなんじゃない、こんなんじゃないの、もうシュメイパンク。You are fun without alcohol. Yes. Thank you for answering. Oh, no problem. Thank you. Oh, thank you, Arfi. Level 7. Level 7. I'm level 7. Ultra.アルティメイト レベル7アルティメイト、かわいいメイちゃん、レベル7 and ジンベイ and with Japanese snack。待って、えっ、確かにリンゴのお酒は気になりますね。リンゴのお酒飲みた。アルティメットって究極って意味、すごいですね。レベルアップ、エブリデイレベルな。 Tomorrow I reach to level 7 8 8。かわいい、ちえぞうさんだ。ちえぞうさん、 How are you? Are you fine? 元気ですか？もぐ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 。 Yeah, cheer is here!すごい画面がでかいから、すごい綺麗にあのお花が咲いております、知恵像の。 Yes, I've returned from my Hello, G! Hello, G! Hello, G! あ、なんかかわいい。 Alcohol, hi! 甘いものでも全然お酒いけるんですね。ええ、甘いもの、ね、こういうのでもいけるってことですか。これはいけそう、ビスケット。メダ酔っ払ってるみたい。何もノンアルコールですよ。あ、just too many sugar。I ate snack and no alcohol drink. I get so many sugar, so I'm so excited.シュガーパワー。砂糖は危ないんだなって思われちゃう。そうです、砂糖は危ないです。元気になっちゃいます。元気になって眠くなって寝る。子供じゃねえか。甘いものとお酒合うんですね。そうなんだ。で、ちょっと今日の試合の感想また後ほど。ハロッチ、え、さくらさん。もう全然やわんない。何も1ミリボケさせてない。さくらさん、still cannot make up. Don't finish make up. So please wait. Please wait and then please enjoy me time. シュガーが脳に。そうなんです。I loved Evil Mei ちゃん。Evil Mei ちゃん、When you saw her? When? When? When?
夢ちゃん when? I don't know. Maybe just dream. It's dream. おいしい。うわー。うわっ。ココナッツサブレ久々に食べたんですけど、ハッピーフィフティフィフスバースデー、わお55歳。ココナッツサブレさん55歳です。 This rock is 55 years old。 おお、お疲れ様です。うん、すげえ。セダータイガー、メイ、これはセダータイガーで、セダーケダーサイダー、うーん、それタイガーさん、ミスタータイガー、タイガーで署名された肖像画をありがとうございました。私はそれがとても好きでした。あなたとあなたのメッセージのおかげで今よりもっとレスリングを楽しんでます。 Love you メイ、イエーイ、 Thank you、 やった、Thank you, Tiger! Portrait? It's good? そう、ずっと、なんか大会の後だけじゃなくて、なんですか、もう、毎日ポートレートとかチェキは販売してますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。本当に、チエゾーとリンリンのポートレートとチェキがすごすぎて、もう、感服、ああお手上げ。本当に一回買ってみて、届いて蓋開けたら多分ひっくり返っちゃうと思います。こんなものを逆にもらっていいのでしょうかって思うぐらいひっくり返っちゃいます。店長ご苦労様です、ありがとうございます。ポートレート一旦ほとんど送り終えました。1週間分ぐらい送り終えましたので、はい、ありがとうございます。いつでもポートレートいつでもチェキ、そうチェキが比較的ちょっとお待たせさせてしまうんですけども、申し訳ございません。本当にお菓子芸人、いやでもいや、そうリンリンチェキやばかったですよね。トッシーさんツイッター載っけてくださってましたけど、いやマネできん、あれセンスもありますもんね。その愛がすごいんですけど、愛が米に込められてて、そう概念を壊すぐらいのチェキとポートが届くます。本当にすごかった。ポトレは電子です。ポートレートは何ですか、 URL に変える URL、 ポートレートの画像を URL で お送りしますので、その URL をクリックしてダウンロードという感じです。 Oh sorry I speak Japanese、 yeah!すいません、ね、20 minutes of my time. Oh yes! Oh yes! 20 minutes! Almost 30 minutes! My time! How about my time? My time. みーちゃんの高梨さんの思い出なんか話してみて。高梨さんの思い出ですか？さくらさん says please talk aboutマサさんのストーリー with me to me me and マサさん Do you have memory? Please talk。 高梨さん、いやでもそのガトームーブに入って初めてこうちゃんとお話しした
男子選手が高梨さんだったんですよ。いやもう怖くて怖くてすごい自分あの最初究極に萎縮してました。はい、どうだった、そんなことなくなった。いやでもすんごい緊張してました。というか今だったらまだこう自分からこうお話したりこうなんかこう普通に笑えたりするんですけどその時もうあのどこからが笑っていいのか笑っちゃダメなのかラインが分からなくてずっとこうなんかいい思い出じゃない。そうでも多分そう最初は怖かったです。でも本当になんか会うたびにこう何ですかね、緊張を解きほぐすじゃないですけどものすごく話しかけてくださってそれがめちゃくちゃ嬉しかったです。こう試合前とか緊張した時に絶対いやもうあダメだあ無理あ無理あ緊張するうーってなってる時にこう絶対こう高梨さんを探してしまうんです自分は今でも本当に。でこうなんか高梨さんがいつも試合前にいやメイちゃんが大丈夫でしょみたいなことをこう明るめのトーンで言ってくださった時に初めてこう自分の緊張がシュワッって解けますいやほんといつだったかな、あとねそれ最近本当に究極にでも緊張してた試合が王子だったっけど王子だった。でも王子2回ある。いや河内さんのケースシュワッとコマソーブ失礼ながらそうなんかそのなんか自分顧問の先生とかも女性の方が多かったんですよ。だからこう女性のこう何ですか上のこの先生とかと話すのは慣れてたんですけどこのなんかあ高梨さんだだった高梨さんってなってました。そう優しいスーパー優しい、スーパー優しい。2月の王子ですかね、多分花月さん。あのメインの前があの水森さんと鋼さんがバチバチしてた多分6人タッグマッチだったんですよ。でもそれだった気がします。前かいや違う、ちょっと待ってよ。そう王子がそうなんですよ、2回あるんですよね、花月さんと七重さんと。ちょっと間違えないから調べます。本当にその試合とあとあラストのガトームーブの板橋大会3月20のラストガトームーブの大会板橋大会で自分の松本博弘選手とシングルマッチだったんですよ。で、ま、そのリホさんが対談されてからほとんど自分メインに立たせていただいてて、でもその3月20だけメインがタイトルマッチタッグタイトルマッチのトロピカワールド対リセットの試合だったんです。で自分久々にそのセミに出させていただいて、なんかちょっとこう自分の試合に挑む心境とかも若干変わってたんですよ。あのなんか今まではこうメイン立っても
なんか勝ててないみたいなこうプレッシャーに緊張してたんですけど、なんかその試合はその後になんかまだ試合があるから、なんか本当に何も考えずに、その時はもうジャジャ馬のことだけ考えようと思って松本さんと対戦させていただいたんです。で試合前はもちろんめちゃくちゃ緊張してたんですけど、なんか不安じゃないな、なんかその試合前は大丈夫頑張ってもう試合もやって終わって、その試合が終わった時に何でしょう、なんか今までこう感じたことないこうネガティブな気持ちが出たんです、自分の中で。なんかこの試合、ま、負けちゃったんですけど、そう仮想ジャジャーマって言われてる中で、その自分はなんかそういうのを出せたのかとか、すごい松本さんが何ですかね、こうジャジャーマに向けて自分にも全部ぶつけてきてくださって、自分それなんかそのもちろん不安になっちゃって、試合終わった後にめちゃくちゃ不安になっちゃって、なんかもう「みたいな、あの影でこうこそこそピエンピエンなってたんですよ。そしたらこうどこどこどこってたまたま高梨さんが来てくださって、こうこのありがたい会話をさせていただいて、もうあれ忘れられない、あれ忘れられない、私ね忘れられない。なんかすごい優しかったですね。なんか詳細は言わないっていうでもそう試合後に不安になっちゃって、もうすごく優しかったです。もうそうそんな舞台裏があったんでございますよ。そんでその後にやっぱ自分はもうこのままありのままで頑張るんだと思って、気分またピッて入れ替えて、そうエンディング出たらめちゃくちゃあの水波さんに背中をぶっ叩かれたっていう、ありゃ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 ってなりましたそう目を忘れられそこで何言ったかが大事じゃないの言わないの何ですかね。なんか高梨さんと自分の話というよりかは、自分がこう高梨さんをものすごく Please English Please English! Wow! I forgot the English! Sorry everyone! I talked in English in Japanese, so sorry まだか状況報告せよ。リラックスしてる。She just relaxed. Oh no way. そういつもあの自分が試合前とか緊張した時とか不安になった時はいつも高梨さんを探してしまうというお話でした。In English. Wow. Too difficult. 全然軽い、なんか。Me time. It's okay. When I nervous before my match. Hello. 高橋さん、I'm coming. あのめいちゃんに歓迎されたのって今回が初めてかもしれない。本当ですか。アダマサさんイメージは、みんなマサさんのイメージ、Do you have a image マサさん？マサさん、はい。どんな言葉でイメージ持ってるって。どんなワード？ワード？なんかクールとかそういうことですか？カインドみたいな。If you example マサさんイメージ just one word, please chat. はい。
クールオアスケアリースケアリーカインドカインドビアジェントルワンワードワンワードプリーズアイチェックマサさん come 9pm and アキ come same time あーはい、うん、そうですね so maybe 20 minutes later yes アキ is coming マサさん is coming めっちゃ見やすいねめちゃくちゃ見やすい見えるすごいです、なんかあのあのこう同じ This is Apple Queen いいね、Apple Queen よ Apple Queen、うん、あ、アルフィー On behalf of dog ドッグの代わりってことですかあ、ドッグいなくなっちゃったのあ、今日はまだ来てないみたいです今日まだ来てないんだはい、いなくなっちゃったうるせえあー、お酒あ、Yes, alcohol Masa is racing master Racing master? さくらゆみの顔面を蹴らせたら日本一スパーンそうね You sell in light Apple Queens or Apple Cremas? Creams? No違う、マサさんのイメージだよ。でも、ドランカー。ドランカー。パンチドランカー。え、パンチドランカーではない。ジャストドランカー。はい。あー。最初怖いイメージ。怖いイメージだ、マサさん。なんていうか、その、クールなお顔立ちなので。あ、目が、目力が。目がこう、そう、目力ですね。アイパワーアイパワーって結構。で、こう、ただただ目が。じゃあ、マサさんの真似しよう。あ、マサさんね。いきます。ワン、ツー、スリー。ただただ睨んだだけただただ睨んだだけうんしっかり押さえとけうんシャイなイメージシャイあ確かにマサさんのアクションすごいよあDo you know ガトムブガトムブショーエンディング is every time shake hand all audienceマサさんシェイクハンドはもうびっくりする。ちょっと手出して。マサさんシャイのジェントル。自分も一回だけガトームーブこう席で見させていただいたときにまだ何も誰じゃにただ参加してただけの時にこうやったら、うん、本当に。だよね。これあ、ノトライ。本当本当です本当でした。マサさんのアクションも本当に早い。早い。あれひどいよね。本当ですか。なんかあのマッチ例えばマサさんとセームマッチ、まあ、タグマッチで、はい、で今日 Thank you for today match って言ってシェイクハンドするときもなんかあどうもえそんな You're angry? Are you angry? じゃないなんかその後ろが詰まってるから後ろが詰まってる二人でタグ組んでるときにああ握手のときもね握手のこう回ってくるのでうマサさん腰が低い、うん、確かにあすっごい丁寧で Take care. だけどあのギリをすごく大事にする人なんですよ、はい、本当にあのお金とかじゃなくて本当にこうなんだろう筋を通さないという怒られるので、はい、もう怒られたらそれ当たり前じゃんめっちゃいい人の例えじゃん、はい、なので私はもう何回怒られたか分かんないねHe's important point is not money, not good job, just heart to heart. If heart guilt, Masa san very angry. But Sakura every time forward. Okay, okay, I pay money. No! そういうことじゃないんだよみたいな感じで。No! 言葉遣いが丁寧なイメージ。言葉遣いね。お客さんが男と握手したくない、はい、そんなのそんなのなんだ男のレッスンで握手したくねえよとかある全然そんなことない優しい眼差しが嬉しいです優しい眼差しうんあ男性との握手は両手でがっちりえ本当えマサさんフィメロディあメールオーディエンスはストロングシェイクハンド No! I don't watch I don't You never watch I never watch This way back from my
しかないよね、もうベストポジションだったの、これがこれちょっと、Hold on a sec guys, I need to take a picture これがすごい、これがベストポジションだったの、これやばいじゃん、ちょっとやばいよ。私たちね、やっとモニターを立てて、でも一応確認しました、そのベベベってかならないかな。もちろんもちろんね、そのモニターを立てて、やっとね、なんだろう、ストリーマーらしくなる。え、なんだ、上げ方分かんなかったの。なんかこの微調整ができなくて、そうしたら映らないんだよ、ここが。もうちょっと上だって。Welcome back, Aki. Thank you, Alexander. そう、それが下すぎんだよね。そうなっちゃうの。だよね。あ、じゃあしょうがないの、めいちゃんのさっきのやり方が合ってたの。待ってた。いや、我々なんでこんなにアナログっていうか、本当に抜け出せない。もし私たちがめっちゃいいストリーマーになって、うん、もうなんかそういうことは全部チョコプロに聞きなよみたいになったとするじゃん、はい、プロレス界の先駆者みたいになって、はい、だけどこれ見せらんないよね。見せらんない。あ、大丈夫です、40回ぐらいまではの iPhone 撮ってるんで。さっきのが多分いいのよ。さっきのが良かった、ごめんね、入れて。そう、あ、いや、めいちゃん正しかったんだよ、あれね。正しいというか、テープがもう外れてる。あ、聞こえたね、今あの養生テープでカメラをちょっともう一回くっつけて、待って、カメラをくっつけたっていう。Welcome back, oh thank you JP, welcome back AJPW Superstar Boy. さっきのが良かったよ。良かったんですか？今ダメ？何か入ってます？だって大兵とかちょっと削れちゃってるじゃん。そう、あのここら辺が削れちゃうの。ギリギリ見えてる？もうちょい上、もうちょい上。テープ固定、そう、テープ固定なんです。初日からテープ固定しちゃって、It's not May's fault, by the way, because we are using like a super, like quite a big monitor from today on. できます、できます。あ、いいね、いいね。テープやってるともうテープがすごいやる。そう、養生テープで固定して。頑張ったね、めいちゃん。ありがとう。まず、アッキーがいなくてこのストリームを始められたってことは、めいちゃんがセッティングをできるようになったっていうことだもんね。ピキン。ありがとう。どうでしょう。斜めになってる。もうちょい上じゃない？こっちが映っちゃうの。どうでしょう、どうでしょう。もっともっと。これもうやりすぎじゃないですか。テープはいない。あ、ヒロッシュ。ハロー。ヒロッシュ。じゃあちょっとこの隙に。あー、エビタイム、イエーイ。やばいね。やばいね。この光景はやばい。この光景はやばいね。まあ、チョコプロのロゴはごめん、今日は入んなくてもいい。なんかもうテープが全部外すぐらいじゃないと、なんかヘロヘロになっちゃったんで。これはひどい。これはすごいな、この最後のテープ。これ養生三脚あるでしょ、もっと。この三脚伸びるよ、だって。な、ここ、ここまでになっちゃう。出っ張ってるから。なるほどね。イエーイ、ハロー。じゃあ今後ろに。ちょっと待ってください。少し、もう少し、もう少し。いや、今日、前いいじゃないですか。今日、めちゃん担当です。ライブストリームの。だから私、後ろで大丈夫。どうやって同じに座りたいです。マサさん来るから。そうですか。うん。アッキー、ジンベイは？ Hello, everyone. I just... あ、ごめんね。ごめん。これはアッキー怒る。なんでかっていうと、ドア開けてすぐここに来てくれたのに、yes. まだ。Like、まだ文句がある。文句。ジンベどこでしょう。手洗いとうがいしてきて。あっち行って。いや、アルコールでシャワーぐらいやってきたんですよ。だよね。あ、シャワー行ってきたんだ。ごめんね。いやいや。これすごいですね。坂本さんも読めますか。読める。もうちょっと大きい方がいいかな、でも。なんか日本語は読めるんだけど、英語がちょっとやっぱ読めないかも。そうですか。うん、まあ、日本語だけで大丈夫じゃないですか。オッケー。
英語を読んでも分かりませんからね。これはどうでしょう。もっと分かんなくなった。大きくのがもっと分かんないんですか、うん、あ、長めでできないからってこと。そうそう。あ、さくらさんはしょうがない。こっちの方で。でもなんかね、さっき知らなかったんだけど、うん、私たちちっちゃいので見てたから、みんなもこれで見てると思ったら、みんな大きい画面で見てる人もいたみたいで、うん、だから、あ、こうちっちゃいから平気と思って、画質も悪いから平気と思ってたのが、大きい画面で見てる人もいたんだって。そうでしょ。それ気づいたの。自分のテレビで見てる人があるんですか。でテレビもこれは27ですよ。32とぐらいのテレビもある。だよね、これ27インチ。これにこれぐらい、うん、ここがもうちょっとこれ。うんうんうん、これは27。でも27ぐらいは必要です、うん、これぐらいちっちゃいとちっちゃい感じするんじゃないですか。しかもなんかアッキーがめちゃめちゃなんていうのこう中古屋さんっていうか探してくれて、アッキーこれ担いで帰ってきたの。いや担がなかった。ちょっと、まあ、ちょっと自分のものでちょっとだけで担いだんですね。全然重くないですよ。 It is not heavy. Like we have an awesome monitor now. It is a Dellsomething something ultra sharp something, but this is a very good monitor. Now we should be able to have, like, this is our first step towards an actual nice studio to be able to live stream at like a proper level. So now that we have this, the next step will be something like, please, it's some good things are coming, guys. This is Bollywood Aki. Yes, 27 monitor, でしょ。Yes. でもオーディエンスイズ14、47、55、めっちゃビッグサイズじゃない。そうですよ。みんなあのうちテレビないんですよ。みんなテレビ、いやテレビはこれぐらい普通ですよ。え、あ、そうだっけ。これぐらいテレビあるんですか。桜さんはどれぐらい買ったんですか前に。いやテレビをいつ持ってたかも思い出せないぐらい。え、55インチなんてもう全部見えちゃうじゃん。 Yes. By the way, I was reading your comments. Like I read until like Mei-chan was saying some very heartful stories in Japanese, but like I was reading the comments and you guys were like super low-key trash talking me. Like I really did see that. That is true. I have a schedule that cannot be categorized as a schedule, especially sleeping wise. Basically, and it's just not me. Mei-chan is too. Like we sleep when we're tired. That is our schedule, and we are up for 8 p.m. That is the only two things.Well, actually one thing, but like, yes, yeah. And even though it wasn't announced and because it was not announced, it was kind of a surprise and I did that, but I just came back from wrestling in All Japan for the second time, which is incredibly, how do you say that? What is the good word? Wonderful. Like that is a good word for it. That is very wonderful to me. Like specifically, well, like I did a thing, because after when I was there, even on the first time, I was looking around like, what should I do? And I saw that like the big thing, and it's like this entrance plates, and it has like All Japan's logo there. That thing like kind of symbolizes that I am doing what I wanted to and was supposed to do in Japan. Like that is a very clear symbol. It was so wonderful today.I had like, I forgot all about my match to the point of like, eh, we'll do something. But like, it was very, very nice. What did it write? Aki, thank you for recognizing my. Something. What are you talking about? Really? No one is low-key trash talking, Aki. You, like, I know you guys are like, how do you say that? You could call it humble bragging or you could call it low-key trash talking. They are very similar things. But you guys, like, I love you guys. You guys appreciate me so much. Like, like we do a lot, and you guys keep up with it. Just that should be like an incredible. How do you say? You should get like a trophy or something. And even on top of that, like the fact that, oh, wow, this is really good. But like on top of that, like the fact that you guys appreciate what we do makes it so much easier.Even though it's super easy, like, this is the best time I have. It's basically like, if I don't show up here, like, just, it's a holiday. It's basically like your parents. It's basically your parents telling you not to hang out with your friends. Like, this is what I'm doing right now. So, it's basically like you have a holiday, and that is the only day you don't get to hang out with your friends. That's why I never have a holiday. Not a single day since Choco Pro started, day one.
Even today I showed up. Aki is the best humble bragger, right? And I, do you know what? I even include you guys in that bragging. So it's like humble level 2. Humble? Training level 2? Mm. Aki wa sugoi. なんとかな言ってないけど言ってるように褒め方をするっていうのがみんなよく言う。あ、アキはアキのファンだねとか言ってるから私は、うん、私は自分じゃなくてみんなのファンだからなんていうかな、ハンバルレベル2です。なんとかな、うん、日本語は難しい。うん、かった。ハンバルレベル2ね。ハンバルレベル2。ハンバルか。Yes。 なんかかっこいいね、技名みたい。ハンバルレベル2。 Yes。 ハンバル、ハンバルレベル should be a, like a move name or something。 Yes。No sound. いや、アキさ、今日のなんだっけ、チョコプロ47? 47, yes。 最後、一番最後の最後だけミュートになったの。そう。Sorry。 これは、こう、なんていうの、ボタンがすごい近いですよ。これで、なんていうかな、予定はこれ終わったままロゴが上に来てピュンって終わる。あ、でこれ終わるまで前にはチョコボーピシャーンって出ちゃって、あ、これ間違ったって言ったらもうピュンって出て、あ、もう終わるよ。もう終わりにしましょうって言ってましたもん。でもこれ面白いですね。ハンブルは謙虚だって。ハンブル、え、謙虚。じゃあハンブルプレスってどう？ちょっとそーっと行くみたいな。そうです。すいません、飛ばせていただきます。すいません、私のようなものが飛んでしまって、すいません。あ、ハンブル、ハンブルプレスいいね。なんていうかな、フォールやってる時もやっぱりこうじゃん、もうはい、そのままお願いしますって言って、フォール取らせていただきます。スリー、いやいや、スリーで私のようなものがフォール取らせていただいて、本当にこの技本当に申し訳ないとか言いながらめっちゃスピードする。 This is Japanese style humble, by the way. They're talking if there was a move that was called the humble splash or something, how nicely you would have to do it. 、うん、いいね、謙虚。私なんかハンブルに行ける。 Right? I'm Sakura will cruise through life humbly. Humbly. That is what she said. My life is humbly. Yes. By the way, there's so many chairs this event by. But do you, like, you guys didn't get to hear Meisuruga's story about Masa Takanashi, right? You didn't. That was a wonderful story. And the first story? Oh, you? Yes. Can you, like, summarize it? Describe it. You're the description.So describe it in like just a 10 minute story to 1.5 minute English. When I was nervous and very nervous before match, and I always search Masa-san. And Masa, ifI can talk to Masa-san, I feel better. And then go match. Finish. Good, yeah. Pretty good. If I say so myself. Basically, she was describing very intricately thinking on her feet while she was trying to describe it. She was saying that she didn't really have, like, how to say that, like a senior male figure.Who she would talk to. She wasn't really used to talking like most of her teachers were like women as well. And when she showed up here, it was like kind of scary because there was a lot of guys wrestling in Gotomu as well. So like she would smile because that's her personality. She can't help it. So, but like she was like super, how to say that, like reserved to herself, just like a senior who would just greatly smile or something. So the first one who made her feel like home here.The first like actual like all of the guys wrestlers, like the first one who really just made her like, oh, it's okay for me to like be myself or something, that Masa-san made her feel like that. She was like super nervous one day, like before a match, and Masa-san just like very humbly just talked to her, like basically like, you know, you'll be fine, it's okay, you're really good, like just talked her down a bit, and she's like, yeah, makes sense. AndShe wrestled the match, afterward came back, sat down, talked a lot with him, and like that, like, led her, like, it almost like
a thing that let her accept the fact that she can be here herself, and that really helped her. Now she's like, after that, like, she was saying to this day, when she's nervous, she ends up like looking for him, like unconsciously, because that's like a thing, like a constant, you could say, to her. In Gautama especially, like, he is a constant in every sense of the way. He is incredibly humble, incredibly helpful, someone who would listen to you, someone who would support you in any way. You can ask Chris, like, that why, well, that's why Chris is so crazy about him. Like, yasashiine. Yes. So, incredible dude. That's all. Mei-chan, yappari kono kawaii yatsu wo idou ni shiyou ka. Okay. Yes. Yes, now we can. Wow, today the chat is pretty fast. Yes, like our chat is the size of my whole laptop at this point now. Like we, like it was super. We have to be like this all the time. Now we can just sit back and look at it. Yeah. Totally, it's awesome to see, and she gets really excited. Lulu, I don't think she's gonna get her head back. Chris is not someone who keeps his promise, and he never even promised to give it back, so there's no possibility of her ever getting that head back. And I think he's the kind of dude who would come wearing that to Ichigaya chocolate square and flaunt it around, make sure he wears it here, like that's the dude. So have no hopes is what I'm no about hopes. To say. Yeah, no hope. Yeah, no hope. Kibou ga nai. No hope. No hope. Why? Why? 何かルルの星がクリスがいつ返すのって言ったから、もう希望もないんですよ。どうしてはじゃあと多分やってる約束も守らないよね、クリス。プルースだと。で、約束もしてないし、私が返すって。だから絶対、次チョコ広場来るときにもう、かぶりそう。約束守らない人は高梨さんに怒られるよ。だよね。だけど、なんとか、かぶりそうじゃない？何か、見て見て、とかしちゃうタイプでしょ？来て、クンクンとかする。Yeah, he would be like wearing the hat and going like,Yeah, that's I can imagine doing. これ見たことできるね、イメージで。But giving it back, it's hard to believe that. マイク取って。ごめん。はい、やったね。そうじゃなくて、なんていうかな。すごい。これコメントしたいっていい？これはどうしてもまでやってなかったって捨てちゃうから。Okay. 画面ね。画面に比例して声が大きくなっちゃう。Hello. Yeah. Please change. Change. あ、どうぞどうぞ。ありがとう。座ってください。はい。よいしょ。私。来てくれました。はい、どうもでーす。お疲れ様です。すごい野球観戦帰りの人みたいだよ、うん、そうですね。特にあれでしょ。そうですね。だって分かってんの、あのこのタオルがよくユナモンがなんかジャイアンツのジャイアンツのやつと間違えるよね。そうそう、オレンジのねタオル。あ、これあれです、あの自分のタオルです、ね、トミさんがデザインしてくれたやつです。はい。あれ T シャツとかタオルってどうしてる？どうしてるって販売して、販売も何もないのか。だって今お休み中ですからね。そうかそうかそうか、うん、であの結構自分のオリジナルのやつとかはあの自分の大会でしか売らないようなやつとか多いから普段の大会売られてないんですよ。 CDK のは売られてたりとかするので、うん、でクリスのね T シャツももちろん売ってるんでぜひ皆さんご購入ください。あ、すごい、もう酒酒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 酒、分かりやすいですね、うん、だけど乾杯はまずお茶からです。じゃあめいちゃん来たら乾杯し、あ、今日もなんか飲み物持っておいてよ、はい、あれこれ位置ここで大丈夫？なんか半分切れちゃってる感じになってる、うん、大丈夫。マスさんが少し右側で、はい、何か斜めで座ってますから全然大丈夫です。はい、これぴったりです。おお、すげえね、めいちゃん。どうしたの？ I'm boss。ボスの席。ああ、ボスの席、もちろん。
これペミ君ミクトチェア。いやいやいや、恐縮してない、フーフーっつって座れるメイちゃんはさすがですよね。嘘嘘、冗談冗談。さっき高橋さんと初めて会った時の話聞いたのよ。ほうほう。だからそれからなんかちょっとさ、なになんかちょっとその話蒸し返すようだけど、どんな感じの話だったの？ね、あんま良くない話です。いや、これがいい話なんですよ。はいはい。あ、じゃあなんかそれなんか自分が知ってんのに蒸し返したみたいに見えるからやめましょう。後でアーカイブ見ますよ。今日アーカイブ残るんですか？もちろん。あ、じゃあ変な話をしない方が。なんかあの英語で話せなかったから、その英語のところも一緒に話してきたらいいかなと思って。はい。アキ、着替えてくる先に。どこかな？あ、無事に残ってない。アキ、今日あれだよね、試合だったよね。はい、試合でした。全日本で。どうだった？お姉さん、ありがとうございました。話そらされたよ。このままね、座っちゃう。結構だな、話すと熱くなって。うん、あ、楽しかったです。マスタイム、ブイチューさんありがとう。あ、毎回やったこと会場だったんですから。ああ、何か。あれですよね、カルツって。カルツ川崎。なんかすごいいろいろな国の人たちが集まった大会だったんで。そうです。私が。近いっすね。で、なんだっけ、志田さんだったっけ、誰かに、なんか、りょうさんだったかな、うん、になんかみんなもう出てる外人選手たちが群がって写真撮ろう、写真撮ろうみたいな。写真撮った記憶がある。覚えてます。うん、あ、なるほど。あ、すげえ。スターだって。カルツでなんだっけ、はい、国旗をいっぱいぶつけたんだっけ。中堅とかも来てた。中堅いたような気がするな。あとね、ジェフかケビンか香港から来てた。香港勢いたイメージがある。あ、私多分あった、このだけがあったことあり、うん、ですか。で、誰だったんですかな。でしょ、多分何かこの、あ、高橋さんになった。ボルトだったもん。高橋さんになったんだ。あのね、本当にね、あの浦野さんのバンダナじゃないんだから、そのなんかこういうね、あれで覚えるのやめてください。でもプロレスありますよね、3つぐらいなんかその人の個性みたいな。コスチュームにしろ、うん、何にしろ、そういう3つ。さくらさんの3つって何ですか？これがないのよ。だってあなた今フリーディーマーキュリーというか。あ、そう、だからそれでやっとなんで手に入れたの。イエロージャケット、フレディコスチューム、ヒゲ。ヒゲ。それまでなかったから。Sakura's like something that you can always recognize the Asami Sakura is, she says he has finally had 25 years. ショータさんっていうコメント出てるぞ。違う違う違う。オリジナルオリジナル。アッキーは何だろう。ナマステ、髪の毛、あと何？ 2 個か。まあでもそもそもナマステ髪の毛以前に、ね、日本の中にいるとインド人っていう。そうね、インド人、ナマステ、ホニャホニャ。ほにゃほにゃ。姉ちゃんはポニーテール、うん、リンゴ、もう一個なんだろう、うん、赤のイメージ強いですよね。あの 羽とジャンプと赤と結構あるじゃん。姉ちゃん多い。ちょっと目が散らかっちゃうんじゃないですか。何個か絞った方がいいんじゃないですか。そうだね、はい、とりあえず髪切ろうか。個性なくなるっ。せっかく They're talking about like specific things that like puts you out as a wrestler. So メイちゃん has way too much. Let's cut her hair. Says Ami Sakura.うん、その、海外の人たちが集まった大会があって、同じ会場だったから少しは緊張しなかったんだ、うん、これもう一個あってたんですけど、うん、一番最初に田尻さんとも試合しました。この同じ大会で。へぇ、田尻さんが今日試合したの？あ、タッグマッチだったんです。うん、今日？いや、あ、このヒットアップでこの前の会場に出た時、川崎の時。はぁ、なるほど、うん、この時初めて会いました。うんうんうん。だから何か、あ、もう本当か、今田尻さんもオールジャパンじゃないですか、うん、だから、あ、なんとなくつながってますね、うん、とか思いました。あ、なるほど、ね、レスリングでみんないろいろつながっている。しかも急だったよね、試合出たの知らなかったわ。あの失礼な。試合出た試合出るっていうのを知らなかった。出たのは見たら分かったから、うん、ごめんなさい。いや、そうっすよ。いや、yeah, it was very all of a sudden like、I was contacted yesterday, so、yeah. で確かに全日本さんとかのこうタグとか見てたりとかしてて、うん、こう入場シーンでみんながパッパッパッって、うん、ね、馴染みのこういう全日本でも誰々みたいな選手の中で、アッキーがこうやって服着ていつもの感じでこういたりとかすると、だけどそれはそれ馴染むというか、もうなんかすごい、なんか俺の知らない選手みたいな。いつか、うん、チャンピオンカーニバルとか。なんでいきなりそれ飛ばすんですか。だって体格的にはね、ジュニアじゃないですか。何が、これ全日本のことがよくわからなくて。本当にね、あのこれ以上言うと良くないからやめてください。あのプロレス勉強してくださいって、また怒られますよ。はい、アスナロハイ、もう今年終わっちゃったから、はい、よかった、情報してて、うん、来年ね。優勝者は、まあ、やめてきますか。こう考えるとね、プロレスはすごい可能性がありますよね。うん、
え、全然、まあ、話は繋がってない、まあ、全日本ぐらい素晴らしい団体でもまだこの同じ狭い業界で知られてない方がいるっていうことは、いや、これ以上言うのやめましょう、はい、Let's not stop to No translation、はい、もうちょっと全日本の話はちょっといろいろね、置いておきまして、いい大会だったという結論で、はい、で、なんか、何をテーマにどうしようかな、14年間全部振り返ると、はい、私、高橋さんと私14年じゃないですよ、17年あ、間違えた、3年ぐらいキャリア勝ってる。I'm on a roll today, just disrespecting everybody on separate level. 3年ぐらい怪我してるでしょ。まあまあ、それはオビちゃんだから。なんだっけ、あの、14日だから。14日だから、で、17試合で。ああ、なるほどね。そうそうそう、ちょっとね、混じっちゃったんですね。Yes. はい、で、あの、なんと出会いが、はい、高橋さんが20歳ぐらいだったんだよね。そうですよね。本当に今の姉ちゃんと同じぐらい。まあ、それ言ったら、あの、さくらさんだってその頃って、僕の5歳ぐらい上ですよね、多分だから20代だったんじゃないですか。まあまあ、そうだけど、ね、5歳違い。あ、もうちょっと上いや、そうだね。そうですよね。全然上じゃない、私。うん。で、はい、なんていうのかな、本当にただの少年だったというか、うん、どちらかというと、あの、うん、リホちゃんとか、まあ、リホちゃんちょっと離れてたか、葵ちゃんとか、マコちゃんとか、まあ、その辺と同世代みたいな感じで。まあ、年は上で、あれなんですけど、うん、そうですよね、エースっていう感じでやらせてもらってたのが最初で、ここではね、はい、うんうん、The first time they met, actually, Ma-san was exactly 20 years old. So, Nanami Sakura was in her 20s. So, it's like they go way back. Like, if it's supposed to be closer, because Aoi, Kizuki, as you all know her, and Makoto, were like way closer to Ma-san in like career, even though he was older in career-wise and like having a feel,I mean, Sakura was like a bit high as the boss was running things. By the way, how was it? それより前の話って聞いてもいいの？どうやって？そう、もっと前。あの、まあ、前回ね、出させていただいた時も話した、うん、初めて会った時の話とかのもっと前。でもそれって桜さん出てこないから、あんまり興味持たれないんじゃないですか。やっぱどっちかというと桜さんがどんだけなんかいろいろ変わった感じだったかみたいな。どんな高校生だったか知りたい。高卒でプロレスラーでしょ。そうですね、うん、どんな高校生、プロレス好きな高校生ですね。あ、もうプロレスいつから好きだったの。まあまあ、プロレスってでも今と違って民放で結構普通にやってて、で僕ら見てたの深夜帯だったんですけど、その前に土曜の夕方ぐらいにもやってたりとか、あと特番みたいな感じで、結構普通に見てなかったですか。全くやってたりとか、うん、であとニュース番組みたいな感じで、はい、ニュースの中で取り上げられることもあったし、本日のニュースです。別にプロレスニュースとかじゃなくて、まあ、例えばあの異種格闘技戦みたいなのだったりとか、あの柔道の小川直也選手がプロレスに転向するとか、必殺技 STO みたいな感じで、うん、普通にニュースに出てたってこと。ニュースに、ね、あとね、あのプロレスのバラ、ね、結構話がバーっていっちゃうとあれしちゃうと思うんですけど、うん、結構あの頃って、うん、あのそういう番組も多かったですよね。さくらさんとかも出てた、コロッセオとか、リングの魂とか、リンタマ、コロッセオ、コロシアム2000、コロシアムとか、あの辺とか FMW よく特集されてましたよね。バトルニュースとかもそうだし、いろいろ。So like, they're basically talking about, Master Takanashi has been like a full-on like wrestling fans since he can remember, like, because when he was young in high school, like wrestling was not just a one thing. It was just like entertainment, like any other sport. It was just a sport at that point. It would be like featured in newspapers, like everyday news. Like this wrestler is going to pro wrestling, or that happened in like big. If anything big happened, it would be news, just like in baseball or anything. So it was like really, really normal. Like just they would do it everywhere. Like Sundays, Monday, no matter where you are, you would be able to watch wrestling live too. So. He started getting into that while he was like high school. I remember him saying it to me once, like he would go to, after his school he would just go to Rock and Roll to watch shows and stuff. I remember him actually saying that once. なんか同じ高校生時代のプロレスファンとして何をやってたかをみんなちょっと聞いてみよう。はいはい。私は、インターネットとかまだない時代だったから、レンタルショップにビデオを借りに行って、そのビデオを見たりとか、うん、あとシュープロを見たりとか、うん、特にその試合を生で見るとかなかった高校生時代だった、うん、そんなにもうプロレスっていう感じじゃなくて、まあ、一人でちょっとね体育館の隅で受け身取ったりとかするような感じ。やる側だ見る側じゃなくて最初からちょっとやる側思考が強かったんですよ。そうだね見た瞬間やろうって決めたから。あ、すごい、そう思わないね、こんなのできると思わないね。So we are going around about in like
in their high schools, what everybody did as a wrestling fan. Ami Sakura was never, she never watched wrestling. She didn't even knew about it. She all she does like once or twice, she went to a rental shop to get a DVD and just watch it. So she never watched live wrestling before she became a wrestler, by the way. The second she watched it, she's like, I'm becoming a wrestler. Literally, she just decided in like... そうそう、ファインアウト。そうそう、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 そう
浜でしょ、テレ朝の方は。あ、そうか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 、うん、でテレ朝の方を見てるんだもんね。はい、見てました。うん、でも結構深夜だよね、1時。でも結構それ多いですよ。やっぱ僕とかも周りの学生とかで高梨プロレス好きっていうのを知ってたから、はい、いや俺もプロレスこの間見たんだけどみたいな言うやつとかはやっぱ中高生ぐらいになると深夜番組とか見始めるじゃないですか。あ、うんうん、そこでやっぱ見るとか。なるほど、逆に深夜の方が若い人に見てもらえる可能性があるってことか。へえ、秋は？私は多分初めて見たのは13歳とか14歳ぐらいに、若い。で普通にテレビでやってたんですから、毎週毎週、うん、あんまり知らなかったんですけど、兄とかが一個上のガゼンとかがすごいいつも教えて、何かこれでしょこれでしょとか教えてたけど、周りにそういう洗脳する人がいると。だけど私は何ていうかな、これ多分面白いかもしれない。私が13の時にまだテニスポーツとか普通にテレビが2つあったんですよ、うん、ちょっと今度少し何か遅いかも、高野寺来るには、うんうん、だから私が13までには私何か学校行く前かね、もう一個は11歳の時に皆さん何ていうかな、寮何ていうかな、寮ハイスクールで行っちゃったんですから、テレビがあんまりなかったです。あ、見れない。だから夏休みだけに来てて、いつもは何か一個上のカジンが、いや、WWF がすごいでしょとか言われたんですけど、うん、え、まあ、なんとなく見えない、全然ですか。14歳だったかな、多分この時何か、じゃあ休みの時に絶対村に戻ったんですよ、うん、何か母さんとか親が全部村に連れて、うん、地元に、うん、だから地元に一番最後にケーブルが、うん、もう私たちはもうケーブルが来たから、これあるんじゃないですか。ケーブルが来たー。この小さいディスクという、うんうん、ダイレクティビーというか、なんというんですか、ディレクティビーみたいな、そうそう、これが繋がって、あ、今度ダイレクティビーあるよとか、うん、秋テレビが好きだとか、そんな言われて、うん、あ、わかりましたって。普通に1日あ、結構有名な試合ですよ、ジョン・シナバス、ショーン・マイケルズ、1時間のローで試合やってたんですよ、うん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 、これが流れたんですよ。これ初めて見た試合。へー、これもうすごいなんとか伝説の試合ですけど、うん、これやってたんですけど、ずっと見て、え、まだすごいなって思ってまだやってるわもう本当に何かあって、何かあって、うん、なんかコマーシャルも3個、4個ぐらい、うん、5個ぐらいコマーシャルもあって、まだもう本当に1時間ずっとローでやってたから、うん、あんまりペーパービューでもそんな時知らなかったんですけど、後ではこの試合すごかったなとか思って、うん、ペーパービューでも1時間あんまり、ね、やらないんですから、うん、これ見てても、あ、これすごいなと思ってすごい見てたんです。本当にすごい見てた。これでも見た目だけでかっこいいと思ってたんですけど、うん、でもそこは好きになったというきっかけの試合なんでしょうね、うん、でもなかなかあれですよね、その夏の時しか、まあ、そのあれ戻って見れないんだと、WWE ってこう長いストーリーがあってあるじゃないですか、サマースラムしか見れないみたいな。そうですね。そうそうこれ、ね、いつもその大会あたりは見るんだけど、1年間どうなってるか分かんないみたいな。そうです。教えてあげて。うん。So, like, I've been talking about how I found wrestling. So, like, I went to hostel, like a boarding school when I was 11. So, I didno TV or anything, but my cousin, like my older cousin, was a big fan of like Rock and Triple H, and like the he was the whole era and stuff. Mm. But he would tell me like you should watch like wrestling and stuff. So one time when I was like in 14 or something, I just showed up like it was on TV. They like my parents finally got direct TV, so we had like 10 Sports, which is the channel WWE was supposed to come to always. So it was just like going. They were doing a Raw,
And I ended up watching John Cena versus Shawn Michaels. That was like an awesome match and stuff. So I ended up watching that. Maybe it was like an old show. I don't know. Like, it just was just playing on TV. And that's how I found it. Mm. And I'm like, okay, this is pretty interesting. And we just kept watching it. Watched it more and more and more. 高梨さんもあれだよね。高校生の時だよね、ハマったの。あ、もう本当に、まあ、中学校、まあ、見てたのは長いけど、本当にもう会場に行くようになったのは高校ですね。うん、え、でももう会場に行くなんてさ、うん、お小遣いも限界があるじゃん。だから、まあ試合は見れないんですよ、うんうん、だからもう会場まで行って選手が今もうダメなんですけどもこのまさか、うん、会場入りするのをこう見に行ってたみたいな感じですね。So, because he was in high school, by the way, like everybody starts watching at like junior high or something, but he like really got into wrestling around high school. So they would go to Korakuen Hall and like our other venues and like, but they were just high school kids. It's not like they can buy tickets. It's pretty expensive. So they would go to Korakuen, like wrestling venues and just watch people, like wrestlers, get into the venue and get out of the venue. Just like just watching that, just high schoolers having like they couldn't watch matches, but they were still go every time. あれだったんですよ。その中高生とかって1000円2000円で後楽園のバルコニーだったかな、立ち見かなんか入れたんですよね。だから結構見に行ってたんですよ。もういろんな団体問わず。でもやっぱそれでも高校生だからそこまでお小遣いないから。だからで高校もそれで受験して、その水道橋の高校受験して、それで。これはやばいね。これはちょっと待って、あのノーマルフェイスだけどクレイジーだよ。見るのが好きだったから。マサさんは高校行くときにちょっと決める、考えるときに水道橋にしたの。水道橋。コラケンホールが。そう。コラケンホールがあるから。そう。そのね、なんだろう。その高校ね、面接の時にはこの高校の理念である昇進士教育に自分は惹かれてとか、すごいそんな話をねこう面接したんだけども、本当にねそんな理由で本当は言ってない。 When he was choosing his high school, he chose 水道橋、うん、like he chose the high school 水道橋 even though like my son's house is like in Chiba、うん、which is very far from here, so he would come to talk every day. Just why? Because 水道橋 is the next station to Korakuen Hall.And he would go there always after school. マディソンスクエアガーデンの近くの高校に通ってますみたいな感じ。なんて言えばいいの？だから去年初めてアメリカ行った時も、やっぱりもちろんね試合なんかないんだけど、マディソンスクエアガーデン見に行きましたもんね。会場見ようと思って。会場見よう。会場見よう。So when he went to America, he went to like Madison Square Garden just to watch the legendary place. どう、ご両親が。まあ、プロレス好きって知ってるんだよね、うんうん、で見に行ってるの。あ、まあ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 、それはもう高校の面接と一緒で、親には全部もううまく言ってます。ちょっと私親のこと説得してもらっていい？あ、自分は水道橋の高校行こうと思うんだけど、水道橋なんか通うの遠いじゃない。いやでもね、この高校ってこういうあれがあるんだみたいなことを言って、茶道部があるとか、その教育のこういうのがあって、僕もこういうのやってみたいみたいなことを言ったりとかして。まさ、茶道学ぶなんてなんて偉いの。じゃあ水道橋に通いなさい。いやでも交通費だって絶対大変だったし。 So like he lied to his parents as well, because his parents wouldn't let him just go to like super far high school, like really really far. Like he told his parents like, oh, this high school has this and this and this, I would like to try it and something, but all just because it was right next to Korakuen Hall. やっぱ会場に入りするプロレスラーを見ると、テレビで見てたんだけど、今までは会場で実際に見ると、今はそんなないんだけど、やっぱ当時のレッスンにとってみんなでかいんですよね。身長がすごいでかくて、それを見るのがなんか嬉しくて、やっぱプロレスラー最高だな。プロレスラーになりたかったの？なりたかったけど、なれるってあれがなかったですよね。だって当時インディーズの団体も180が規定だったんですよ。180か。発表とかだと、新日本プロレスさんに上がってたジュニアのインディーズの選手たちも大体180発表ぐらいになってたんですよね。多分70とか71、2で発表してる人ってほとんどいなくて、でそれこそ自分が高校入ったぐらいの時かなとかに、日高選手とかがデビューされて、で日高選手の公式身長とかが当時だとすごい、なんていうのかな、その自分たちとそんなに変わらないぐらいの身長で、で登竜門がその後にできたりとかさ、こうやって同じぐらいの体格の人でもプロレスラーになろうと、あれしてプロレスラーになった人たちがいるんだっていうのがあって、
そのうちやっぱそうですね、プロレスラーになってみたいと思うようになりましたね。So like Maha-san, he would, when we, like, it's not a common thing these days, but when he would go to venues and saw people, like wrestlers come, they were big. Like wrestlers were just big in that era, anywhere in the world. And he would like, oh, like these dudes are special, like wrestling is just something else. He would always think that. So what do you, like, I'm sorry, I asked, like, did he want you to become a wrestler? He goes like, yes, like a bit, but like, there was no way. He thought like it wasn't possible for him to be a wrestler. Yeah. Because even indie companies had like one, like basically 6 feet as like a standard, like 180 centimeters and stuff. But there was like one wrestler who at the end debuted in New Japan, and that's how it's like, okay, wrestlers who are not like 6 feet can still become wrestlers. That became a thing after that. そう、でも入り待ちの話もちょっと聞いてもいい、うん、どのくらいの、まあ、私どのくらい水道橋で後楽園で試合があったのか知らないけど、うん、どのくらいでどのくらいのペース見に行ってた？あ、でも毎日行けるは行けるんですよ。あの、でも毎日は、うん、学校から歩いて、まあ、10分15分ぐらい、うん、それはいいところ選びましたね。でプレスショップもあるし、あ、プレスショップが当時1日早いやっぱ水道橋だから、ベースボールマガジン社が当時あって、シュープロも1日早くてないんですよ。早売りってあった。だから高校の昼休みの時間になると、とりあえず1回外、みんな売店行くんですよ。あの食堂ね、食堂行くんですけど、僕も外出てトースポ買って、であとそのシュープロ買って、午後の授業をずっと読んでるみたいな。でもあったのよ、ちょっとだけ早く帰るっていうのが。ちょっとだけ早く帰るの。で、あと東京スポーツが12時ぐらいから当時、うん、まあ今は変わんないか、駅で売ってて、はい、で当時やっぱ東スポ、まあ今もそうなんだけど、すごいプロレスのネタが多くて。はい。So like, he chose that, like, how, what is the pace that he went to the venue, Korakuen Hall? He said every day, like that was just the routine. He would go to every day. It was like 10 to 15 minutes.Away from his school, Korakuen Hall, and we just walk there every day. Even in like, because there was the wrestling shop, like everybody knows it, was in like Suidobashi as well. And they would go there because it would sell the weekly pro wrestling and Tokyo sports 1 day earlier than any place else. So they would get it early because there was no internet. So like everything you knew was in the magazines and...今トースポの話してたんですけども、トースポとかがやっぱ見出しが衝撃的すぎて、なんかもう誰々失神みたいな、半分折れてるやつだよね。そう、これ大丈夫ですかね、トースポ。一回だけもうこれちょっと話で聞くとちょっと悪いことみたいな感じになっちゃうんですけど、ちゃんと最終的にはあれなので、もうちょっと話すと、もう当時、まあそのもっと前ですね、もっとちっちゃい子供の頃にもうやっぱコンビニ行って、で一面にプロレスがあった時、まだ子供だったから、うん、で一面にプロレスが来た時だから、ビッグマッチの後とかそういう時は買ったりとかして読んでたんだけど、確かあの時は小川選手と橋本選手が戦うってなって、うん、小川選手が必殺技を開発したと、うん、それがもうスポーツチームの一面なの、はい、スポーツチームの一面 で、うん、なんかあの必殺技がオファーできた、スペーストルネード小川みたいな、STO みたいな感じで、どんな技だこれと思って、うん、まあ子供手取っちゃうじゃないですか、うん、さあなんかすごいなんかこう技やってるみたいな感じの絵で、うん、マジかと思って読んでそのまま家帰っちゃったんですよ。でやばいと思って家帰って、何これは橋本やばい、負けてしまうかもと思って、いやでも橋本が負けるわけないって、ちょっと名前子供の頃だからね。でも慌てて家帰って、そうかと閉じて、慌ててやばい、俺これ鼻かねられてないじゃんと走って家の近くのコンビニ行って、すいませんって言って、これ間違ってって言って、ああいいよって言って、はい、普通にあれしたんですけど、1個間違えたら万引き少年になっちゃうところで、地元でも有名なプロレス少年だったもんね。あの人また来たわよ、プロレスが一面だから撮っときましょうとか思ってたかもしれない。あれは恥ずかしかった。So like one time, this is a good, very very good story. It's like when he was smaller, it's like when he was really small, he would go like if there's a big match or something, like in high school it was just crazy level, but even before he was likelike when there was big matches and stuff, he would go to like a company and like buy Tokyo Sports. So Oga-san and Hashimoto-san were supposed to wrestle, and like it the front page of Tokyo Sports was that Oga-san has got a new wrestling move. He has a new wrestling finisher, and it was called STO.And Maha-san was like so hyped up from the fact like, oh, Hashimoto might lose, and like, no, he cannot lose. He was so hyped up in reading it
Then he just like took the magazine because it was something he couldn't like, and he just walked back home, like without like paying or anything. So when he went back home, he realized at his home, like, I didn't pay for this. Ran back to the closest company and like, I'm so sorry, I just brought it and like paid the money properly and then brought it back. Like he was so into it that he forgot about the time and space or everything. まあ、一面でその試合が終わって橋本選手と小川選手のちょっとね、あの継承略みたいな感じになってるんですけども、でその時に橋本選手が負けて結局橋本失神みたいなのがどの新聞にもバーって一面に出てて、でも本当にそういう意味でも私失神しそうになるぐらいショックを受けて、なんてことだみたいな感じで。So Hajimoto-san did end up losing, and like that was on a front page, every magazine, every newspaper, everywhere. And the fact that he lost was so incredible of shock that he almost felt like when he was a kid, like he got that shock, like how could it? It's like your favorite team losing at the World Cup, like that's basically. やっぱそんな感じで、やっぱもうプロレスの結果とかそのどうなるかって一喜一憂してて、今新日本さんの話ばっかりになったけども、新日本さんだけじゃなくて全日本さんを見てたし、インディーズのプロレスを見てたし、すごい女子プロレスも全日本女子プロレスさんがあれですよね、フジテレビで深夜やってて、それ見た時もいや女子プロレス強えってもうすごいってやっぱすごい思ってましたね。アジャコングさんとかこんなの勝てるわけがないと思って。そうだよね。あんまり男子プロレスってその武器を使ったりする選手ってそんなにいない、まあ、場外でね、椅子をこう使ったりとか、グレートムタ選手がドギリ吹いたりとかあったけど、アジャ選手は最初から一斗缶持ってきて、 そうだよね、それで途中も5本叩くし、と思って。So like he not just like New Japan or anything, it was like all Japan, the Indies, like big ones. He watched everything. Like even like Joshi wrestling, like the old Japan women's wrestling was like, he remember watching like, oh, these, like they're strong. It was like, there's no way anybody can win over Aja Kong. Like he remembers thinking that. Because like at that point, there was not many wrestlers who would like use weapons and stuff. Like going outside might be chair or something. But Aja Kong would just bring a weapon with entrance and just beat people up with it. Just from the get-go, like that was the normal.男子ってあんまり当時グローブつけてパンチする人っていなくて、その後とかドン・フライ選手とかね、そういう格闘技の選手たちが、いやトニー・ホームとかぐらい、トニー・ホーム選手とかはボクシング出身だから使ってて、でもあんまり男子でグローブつけてる選手っていないのに、アジャ選手使ってて、それでもうフルスイングで裏剣でパコッと、いや首が取れるぐらいの裏剣だったもんね。Yeah, so like just how using punches, like there were not many guys using punches, like having gloves, like properly using like full on swings, backhands and stuff.全場に出てたさくらさん見たことありますか？見てるけど、でもそんなに印象なくて、どっちかっていうとあれですよね、あれトゥナイトだったかな、アイジャーとかに出てたやつで、リンタマ出ませんでした？リンタマは何回か出させていただいて、そういうのとかに出てる印象が強いかな。全場とかだとさくらさん世代だとすごい、ちょうどね、倒産とかのあれがあった後ですよね、モーとかナナエとかバッキーとか、キッスの世界がこうあれしてた時期で、でそのキッスの世界っていう、なんだろうね、あのアイドルグループみたいな感じでやってた新しい選手たちが自分と年近かったから、はいはいはい、やっぱ脇澤さんとかにすごいこう、あの時も応援しちゃいましたね。バッキーとかすごかったもんね、はあ、もうかっこいいなと思って。あれでも復帰し、したじゃん、ワッキーがしばらくして、はい、あと引退しちゃった、ああって復帰した時は嬉しかった。いや、もうその時はもうプロになってますからね。あ、そっか。なんかそれを喜ぶと変な話じゃないですか。でもなんかこれは全然悪い口でも揶揄でも何でもないんですけども、一回年末だったかな、酔っ払って来たことなかったですか？あった。マサさんがその高校生の時に同じぐらいの年齢の選手がいたからちょっと応援してたの。ちょっとでもすごい応援してた、すごい応援してた、そう今頑張れ訂正された今ね、すごい応援してた。やっぱ年齢がさ一生ぐらいだとさ応援したくなるじゃん。 Like there was one particular like in the old Japan like women's wrestling, there was like one particular time there was like Kiss generation, there was like idol group, and they were like very close to Masan's age, they were like almost high school and he was high school too, so he would like really cheer for them, like oh they are so cool and stuff, they are already pros. で
あのここでいつもイヤーエンドにみんなでご飯食べたりとか毎年してたでしょ。いや、we always have like a New Year's party here。私あのやっぱり大会終わって朝まで飲んだりとかしてたから、うん、みんなもう酔っ払ってるじゃん。うん、でそんな中で、でまあねちょっともう仕事納めみたいな感じで、うん、もう終わったみたいな感じでやってる時に、私ナナエちゃんと仲がいいから、うん、スターダムでその時ナナエちゃんとワッキーとかが、はい、まあ、一緒にやってた頃で、そうですね、なんかのノリで来ちゃったんだよね。来ちゃったっていうのはあるんですけど、いらして、でもベロベロに酔っ払ってて、でなんかオビちゃんかなんかこう抱きついてって、アビーみたいな感じで、それ脇澤さんが、でそれ見た時に目の前こういろいろなものがこうなんか別にいいんですよ、それはすごい素敵な姿だしあれなんですけども、やっぱりなんかあのイメージが、うん、ああ、ね、like, 自分も高校の頃見た脇澤さんは死んだと思っちゃいました。死んだ。その時のねイメージはなくなったっていう。So he remembers like, もちろんね、その今のあれが悪いとかじゃなくてね。He was a pro at that point, so they always have like New Year's party, and that's a very long tradition since M. Sakurai has had it. So everybody just shows up here like all the time, like two, like it just goes on till morning every time. So everybody's drunk and stuff. Everybody's drinking all the time. It's going, it's a long. Till morning party every time. So people show up at like 3, 4, 5 in the morning. So one point, because Nanai-san was also with that particular wrestler in All Japan Women's, and they were doing together in Stardom. So at one particular New Year's party, the wrestler Ma-san was like really, really cheering for, showed up with Nanai-san. And she was like super drunk, and they were like together and like, ah. But like Ma-san goes like, ah. Oh, like it basically like meeting your hero kind of moment, like that the image that was just like perfect in his mind like kind of died that day, which was kind of sad, but like that in itself is very nice because like everybody's happy. So it was like very happy, he was happy to meet her, like very nice, but that perfection just died. めいちゃんがじゃあ憧れだった内藤さん、その受験勉強の励みになった内藤さんに会って。こんなんだったら、ってなるっていうのとか、まあでも内藤さん、内藤さんって感じ？それちょっとなんか生々しいですよね。今もちろんね、現役でやられてる方だし。あ、そっかそっかそっか。何もあれですね。いやー、そうだね。なんかやっぱりプロレスラーになるのって、うん、その一番のモチベーション、戦ってみたいとかそういうあれよりも、そのさくらさんがね、うん、あの見て受け身取ったみたいなのに、うん、自分プロレスラーのことが好きすぎて、そうやって紙の情報とかでいろいろな情報を知りたい知りたいっていうあれがあって、最終的に自分がこの業界入っちゃえば一番プロレスラーのこと知れるだろうと。あ、なるほど。あと自分がそのプロレスラーになっちゃえば、プロレスラーこういう時どういうこと考えるのかなっていう気持ちが自分で分かるだろうって体験してみて、その好きな人たちの気持ちを知ってみたいっていうあれがすごい多くて、ね、中のことを知ってみたいとか、でも本当にその脇澤さんのことだけ戻したけど知らなくてよかったな。ちょっと記憶にないけど、そう相当大きかった。But when he was a fan, he really wanted to be an insider. He wanted to know what the rest was thinking. Like he loved it so much, he wanted to know everything about it. Apart from that wrestler's image, that he wanted to keep.That is the only thing which he didn't know. 最初はやっぱりその憧れの選手たちが何をくれたとか、一緒にご飯食べたとかすごい嬉しくて、そうですね。最初の頃はね、なんか初めてもらったお小遣いとかっていうのね、忘れられないですよね。そう、お小遣いをくれたりとかしたんですよ、これでご飯食べなとか、そう、めちゃめちゃ嬉しいよね。本当お金もないしさ、はい。誰からもらったとか覚えてます？自分は高子さんに一番最初に。はい、ね、もしもね違う人のあれだったら大変ですよね。ってその前に渡しあげてるよみたいな。そうだの、はい、愛者の時に中巻さんとか、うん、やっぱりあともっとちょっと上の先輩、例えば菅原さんとか、うん、はい、田尻さんにも私焼肉ごちそうになったことがあると思うんだけど、はい、いや感動するよね。焼肉屋さんなんてさ18歳で上京してきて入ったこともないのにさ、うん、じゃあちょっと食べるって言って、そんなに多くは食べないけど、うん、ちょっとぐらいが美味しいんだよって、お互いお金ないじゃん、うん、いやでも今思えば、うん、でもあなんてプロレスラーの先輩かっこいいんだってやっぱり、うん、They were talking about like seniors now, like how wrestling seniors are the best in the world, because like they would treat them like they just give them like money from their own guarantee, this is God, and you like yeah, eat something or like take a taxi home, it's late or something, and like let's go eat, and it's on me today, and like so they are thinking about like that just like puts like a different level to itそういうのありますね。本当にジュース1本とかですごい嬉しくなかった、うん、なんかその新人の時って、うん、なんだろう、
可愛がってもらえてるというか、うん、なんて言うんだろう、なんだろう、一員にしてくれたみたいな、うん、そう、でも面白いですよね、うん、なんかその嬉しいなとか、あと、あ、これを今度自分が後輩にしようと思っていくっていう文化みたいな、あの、それをなんかニラさんは言われたらしくて、うん、先輩の某先輩にジュースをおって、うん、で、あの、お前も今度は下にやっていけよって、いや、ジュース1本飲む気せがましいと思ったらしくて逆に、あ、すごいニラさんっぽいなと思って、何を言ってるんでしょうか、あの人は、みたいなふうに思ったらしくてでも私もその後輩にそのご馳走とかするようになって、うん、あ、先輩もそんなに余裕があったわけじゃないなっていうのは、もちろんそうですよね、先輩になってみて分かりますよね、 そう、うん、それまではどうせ上の人の方がいいやろもらってるでしょうぐらいちょっとすれたところもあったんだけど、うん、あ、これみんなきつかったんだなみたいなのを感じて、うん、パーキングエリアで、うん、ちょっと話飛んでもいい、一個だけ話したい、はい、あのミスター雁之助さんがソフトクリーム食べるのが好きで、はい、パーキングに泊まるためにソフトクリーム食べてたの、うん、でそれは私愛車とか FM とか団体が変わっても絶対パーキングでソフトクリーム食べてたの、うん、あ、すごい可愛いなと思ってたんだけど、ある日もらった瞬間落っことしちゃって、で、あっっていうのが私今でも忘れられないんだけど、で私こっそりもう一個買って自分で、うん、雁之助さん、こちらよろしかったらっていうふうに、お、先輩に、そうしたら、いいんだよ、それはお前が食えよって言って、ソフトクリーム美味しいよって言われて、はい、私が食べたんだけど結局自分に食っちゃったんだ、はい、でもね、なんかそういうの思い出に残るよね、そうですね、ボロは知っても心に意識、even just like getting one juice from a senior, it would be like you are part of it now, like they accepted you or something.And it made you feel like to do that to your juniors as well. I, they would tell, like, be good to your juniors as well, just like this. And like, all of that was just very, very nice. And one time, I must have remembered, like a senior. She, what name is it? Soft cream. Gannosuke-san? There was one senior who was called Gannosuke-san. And he would always eat soft cream before his match. Like, no matter which company or where he is. In parking lot, he would be eating soft cream. One day...He dropped it the second he picked it. And Ami Sakura went to a company, buy another one, and went to him, like, please, here. He was, like, he was a senior. And he goes, no, you eat it. Like, soft cream is very delicious. You would really enjoy it. Ami Sakura did end up eating that herself, by the way. But she remembers, like, those kind of things, like, last in memory. Mei-chan, like, so you, like, senpai. Senpai.に何かされてこう嬉しかった、うん、これ3人ともねこう俺の話をしろよみたいな、はい、でも多団体さんの話、はいはい、そうそう多団体さんの話を、うん、やっぱ里村さんとかにおーかっこいいなんかもうねあの結構地方行った時にその結構若手の人たちでこれ食べてきなって言ってファミレスああいいねやっぱ先輩と一緒だと気遣うし嫌だよね、うん、若手だけで行きなって本当にすごい嬉しいよねだってね、変な話、やっぱその先輩と一緒にいたらやっぱちょっとね話せない話とかもあるし、まあうん、あったりとかするから、うん、それを分かった上でこれであなたち的なってすごいかっこいいですね、うんうん、いや今突っ込んでほしかったんだけど突っ込む前に、うん、ああそうだよねみたいになっちゃったからちょっと切ないんだけど、でもまあ確かに、はいうん、でも本当それはありますよね But yeah, like, she remembers like, let's just talk only about other companies that he goes Satomura-san in Sendai Girls when she would go to wrestle there, she would likeGather all the newbies, like the rookies, and we just give them money, like go buy lunch or something, like eat something with it. So, very cool. 自分を初めて奢ってもらったというか、そうお小遣いもらったのって練習生の時だったんですよ。うん、で、僕の場合練習生って言っても一番最初はプロレス学校だったんで、うん、まあね、まあ別にそのなんていうのかな、うん、そういうあれでもないじゃないですか。うん、もう。ね、どんどん辞めてっちゃうわけで、うん、こいつが雑用やるからのお前頑張れよ残れよみたいな感じじゃなくて、うん、もういっぱいいる20人以上同期いたのかな、入った時学校だから、うん、多分20人以上いましたねでいる中であれだったんですけども先輩に呼ばれてちょっと雑用というかそれ終わった後に、うん、いや俺この金汚ねえからお前にやるよって言ってまあわざとねそういうふうに言ってくれて、うんお小遣いもらったのがあプロレス業界に入って初めてお小遣いもらったってなんかプロレス業界の人になれたみたいな気持ちが練習生なのに存在をその先輩に認識してもらえたっていうことがそのお金よりも嬉しくてちなみにその方は新井さんですね新井健一郎さんあ素敵ですね、はい、その新井健一郎さんが去年の周年の大会の時あ周年記念試合で試合させていただいたんですよね
はい、そのよくあるのがコインランドリーでちょっと洗濯頼むわって言って、はい、そのコインランドリー代よりも多くくださったりとか、はい、そう嬉しい、ね。Like they have like very particular ways. So Masan remembers when he was a trainee, but the first time he got from Arai-san, he would go like, ah,、like I don't kind of want this money, so here you go. Like it would be just like a very down low humble version of doing it. Like one would be to like give extra money for the taxi fare. Like you, it's gonna be a 1,000 yen, everybody knows, but they would 10,000 or something、mm-hmm. or like five.Or like, everybody, like you're going to the coin laundry, like take mine as well, give like five times as money so he could, like the junior could keep it. Like those kind of things, just helping him out here and there. And also like more so than money, the fact that when you get that first time, it almost makes you feel like you're part of it now. Like they accepted you. This is your like, your existence matters now. They know, like that makes you feel, how to say that, belong to be like,めちゃめちゃ他にもなんかない教えていやこれ私全然あの里村さんにお礼とか言ってなかったからやばいやばいお礼しなきゃと思ってでもそういう時はちゃんとね、うん、そう報告してね、はい、今、はい、ペナルティーワン、はい、そしたら里村さんがねのんきにあめちゃんよかったわねなんていう本当にそんな人になっちゃう、ね、いつかね、戦場の選手たちがこう参戦していただいてガトームーブが地方に行くってなった時とかに、うんね、あこれあ飴舐めてみたいな感じが渡すだけになっちゃうカレー作ってきたんだけどそれぞれ嬉しいですけどね、うん、ってなっちゃうからね、うん、They're talking about like when Sunday girls come here for some time if later date あ私も仙台に参戦させていただいた時に里村さんが食事行きましょうって言って、うんはい、で牛タンの店だったの、はあ、仙台だそうで里村さんさ何回も行ってるじゃん絶対牛タンの店、ねはい、ゲストが来たり外人選手が来たりとかするたびに連れてってると思うし、うんうん、里村さん自身ももう食べ飽きてるぐらいだと思うんだけど、うん、私超嬉しいじゃん、うん、で連れてってくれてさらにあのご馳走してくださったので嬉しくて私キャリアもう二十何年とかあって、うん、なんならもう同期ぐらいなのに朝倉、うん、さんも本当にこう来ていただいてありがとうございますって今日こちら私あの仙台の方で話していただきますのでって言った時にうひゃーってなってであなんでこっちの方頼まなかったのかなって、うん、本当にねごめんねそうだね She went one time, Satomura took her out to dinner as well, very like a high-end like, steak restaurant. And at the end of it, Satomura-san goes like, oh, I'll be taking it for the Sendai girls as well, so thank you very much for coming. And I'm like, oh, yes! And the only thing she remembers thinking is like, yeah. Is like, yeah, why didn't I order the more expensive one? まあでも先輩後輩で、なんか先輩になったり後輩になったりするわけじゃん。で、高梨さんもほぼ先輩誰かの後輩っていう感じでもね私遊ぶのが結構、うん、これあれなんですけど、うん、先輩と一緒にいることが多いんですよそうだから結構今だに、ね、誰が仲良し仲いい人いっぱいいますけどでも例えばなんですけど、まあ最まあ、今このご時世だからもう外行って会ったりとかできないですけど、うん、その前とかだと結構猪熊さんとか鳥羽さんとかああ猪熊さん来てくれたねこの間あれ結構前じゃないですか。はい、来てくれた、はい、た時に料理ね教えてくれた。鳥羽さんとか申し訳なくなるんですよ。鳥羽さんじゃあ飯食いに行ったとしてもお酒まず飲めないわけじゃないですか。で、あの歯がないから何も食べれないんですよ。なんか豆腐とかみたいなのばっかり食ってるんですよ。でお肉とかもなんかすごい柔らかい肉じゃないと、うん、俺ミスターデンジャーじゃないと食えないんだみたいな。あそうね柔らかい。歯がないから歯茎で食うって言ってましたよこの間。歯じゃなくても歯茎で食うんだ。うんあれなんか80歳までに40本だけなんかそういう日本のあるよね、うん、ありますね計画が、うん、歯茎か80歳まで20本だっけ歯って何本あるんだいなんかそういうあるからちょっと調べて30人じゃないですか30じゃないなんでその中途半端なのまあでもねそうやって先輩とかだと猪熊さんとか鳥羽さんとかでもそういう中でもやっぱ、うん、いやお前後輩だからよとご馳走してもらったりとか、うん、それこそ鳥羽さん全盛期というか若かった頃とかもう飯連れてってくれて鳥羽さん飲まないのに、うんで、お前ちょっとどこどこのパチンコ屋まで来いよって言われて、うん、そのパチンコ屋行ってで、あちょっと負けちったよって言われてあ負けちゃったからこれはなんか、うん、あのご飯行かないのかなと思ったらそのまま鳥羽さんがちょっと金下ろしてくるからよって言って、うん、アコムに入ってったんですよと思ってその金でそこまでして後輩に おごるのかっていう、うん、それは驚きましたねなるほど、うん
そのくらい好きなもん食えよって言われても食べれない、ね、食べれない食べない私そのガトークーニャンだった時に、はい、ごめんね、あ、先どうぞ。全然、トマサは basically saying he still hangs out with his seniors. この話はちょっと訳さないほうがいいのかな。With his seniors, like, he mostly hangs out with still, like, even though his career is so long now, he mostly has juniors, like, rarely has seniors, but his friends are mostly his seniors, so he still got that feeling like they're them treating him as a junior, like, kind of spoiling him a bit. はい、802。802運動。我々ね、やっぱ歯悪くしちゃうからね、折っちゃったりとか。そうね、なんかあのガトークーニャンの時に2ヶ月に1回ぐらいしか大会がないし、うん、みんなそこまでめっちゃ練習してるから、うん、大会終わったら打ち上げ、昼の大会終わって打ち上げみたいなのやってたの、うん、だけど打ち上げをやるたびにやっぱ私お金がなくなって、大会もそんなにやっぱりそんなに回るわけではないので、うん、で大会をやればやるほど自分お金がなくなっていって、うんうん、アルバイトしてまたお金が貯まったら大会やるみたいな感じがちょっと辛くなってきたの、うんうんうん、そしたら割と察してくれてたのかわからないんだけど、ユミさんワンコイン打ち上げにしましょうって言って、うん、マクドナルドに行きたいって子供たちがそれまでは結構焼肉屋さんとかレストランとか行って何万とかそういっぱい人がいるから何万とか飛んでたんだけど、ワンコイン打ち上げで、しかもみんな自分たちでお金を出すことにしたので、キッズたちがなんとかセットとかを頼んで、でもそれが意外とすごい楽しくて、うん、なんかそのお金の問題じゃなくて、うん、騒いでもまあ、うん、そのまあ、場所的にもなんか楽しく話せる、うん、そうそうそう、子供たちも慣れてる場所だからその、うん、逆に楽しかったみたいな、うん、でその私ワンコイン打ち上げ、そのちょうど、石井美紀さんとか、うん、ある日とかが提案してくれたんだけど、そのことは今でも忘れないし、うん、あ、なんかそうじゃないんだ、私はすごいカッコつけてたなと思って、うん、あ、これでガトークーニャンもっともっとやっていけるぞって、まあ最終的にはあのなくなっちゃうんですけど、うん、でもワンコイン打ち上げは、うん、感動した。やっぱね、下からそういう風に言ってあげるっていうのは大事っていうか、なんだろうね、その上の人も頑張ろうって気持ちになるじゃん、うん、そう、昔なんて、今はあれですけど、昔 DDT の打ち上げとかで、まあ、うん、まだね、その DDT の規模がもっと小さい時とかに、うん、やっぱ大変だったと思うんですよね、うん、それでもやっぱ選手多いし、うん、で高木さんが、いや、これからみんな頑張っていきましょうって言って、うん、で打ち上げというかあれして、で高木さんがね、もうそのみんな頑張ってってやった後に、もうその時も酔っ払ってて、うん、高木さんこの後2軒目行くんで、あの、ひよこっちゃんですみたいなこと言って、うん、高木さん苦笑いしながらみんなの前だから、ああ、まあ、そうか、じゃあなってこう、あしたのもうね、マックで、じゃあマックにしましょうって僕ら言うどころか、2軒目お願いしますそうだね言ってたからね、いやでもいろいろあるよね、うん、なんで、some very wonderful stories flying everyone just by the way。 だからなんか最終的に今チョコプロってもうほぼここになったじゃん。そうですね、ガトームーブとかってもうご飯食べておしまいみたいな感じに、うん、たまにはあの1回だけリホさんが、うん、対談した時に、はい、ちょっとおしゃれなレストラン行こうみたいな感じで、はい、行ったのぐらいかも、うん、なんかもうここで全部おしまいみたいな、うん、そしたらアッキーがすごいいいこと言ってくれて、覚えてる？1回目日本を2年間行って去る時に、うん、なんか一番いい思い出はここでみんなとご飯を食べたことですみたいなことを言ってくれて、お前分かってると思ったうん、not translated. It's okay. Let that one fly. まあでも今日さ、まあここまでが序章だとして、え、嘘でしょ。もうなんか全然雑談じゃないですか。雑談なんだけど。これはまあ、いやです、このまま雑談で。雑談でいきましょう、今日は。This is how なんかストーリーを振り返るのは、もう仕上げになってからしまった。They are very good friends. That's why you can tell they are.This is how it always is. It doesn't matter if there's a camera, if they're sitting before a match, after a show, if they're eating, doesn't matter. This is how they are. It's incredible fun. There's always stories flying. This is like basically me sitting around a dinner table. It's just that we are not eating. Sakamisan's school の時に、なんかドリンクとお弁当があるのがすごい嬉しかった。あ、本当ですか。食べない人もいるかもしれない。選手の数は分かりますよ、こっち把握してるから、うん、選手スタッフ分のやつを全部大体取ろうと思うけども、うん、食べない人とかもいるから残っちゃうんですよ、うん、残ってなんかこうね、
あれするのも悲しいじゃないですか。だからそのさじ加減が、去年はこれぐらいだったから今年はうーんこれぐらいの何個ぐらいしてみようみたいな感じでやってでね、終わった後のね、東京女子さんと前後だったのかな、うん、の方の人たちに食べ残しのなんかお弁当、あ、これよかったら食べてくださいっていうのもなんかあれじゃないですか、ちょっと悪いから、だからまあどうやってあれしようかなって思ったりしましたけどね。で結構用意するの大変ですよね、お弁当もう、まあ、ぶっちゃけた話だから昔さくらさん、好みが、そう、そういうことじゃなくて、あれどういうこと、どういうこと、火を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 、そうだね、大変だ ね、だからさくらさん昔あれだったじゃないですか、前の団体の時はちゃんこ作るんじゃなくて、まあ、全選手にお弁当、お弁当を出してくれて、まあ、ちゃんこ作れる場所になかったから、その、千本桜ホールとかでやってた時だよね。そうですね、地域の皆さんで、うちがで弁当見たのは1回だけです、25周年の時ちょこっと弁当来たから、みんな驚いすぎて、ね、いや本当にハガレさんとかアントンさんとかすごいリアクション出てきて、え、何ですか、え、何やったんでしょうって、宝見つけちゃったかなとかいうすごい言われた、アントンさんが宝くじ当たったんですか、すごい面白くてと思って、あ、宝っていうすごいアントンさんお肉とか食べれないかな、かフルーツとかいろいろ用意したりとかしたんだけど、あれはでも、なんていうんですかね、まあ、家からまっすぐ来てほしいっていう気持ちと、まあまあね、あと選手の余裕が全然なかったから、ちゃんこ作る時間もないしっていうことだったんだけど、年末っていうあれもそうですよね、年末の時とかも、用意したりとか出前で取ったりとかしますよね。でも本当に少ないよね、年に1回2回、年に1回2回、すいません、まだまだ、ホットプレートの方時も結構楽しくなるんですよ。あ、ホットプレート、これあるんじゃない、どこまであるんでしょう、ね、多分ホットプレートも誰かにいただいたやつで、そこから急に食卓が変わって、There's actually like a barbecue thing, like a hot plate barbecue thing we have here, andWhen like when a party really gets going, that's when it takes out. It's somewhere here, and that if that is out, the party is going long, like 7-8 hours. That's a sign of it. これがこのホットプレートが出てくると結構盛り上がりますよね。これだともう朝まで行くのが高い。あ、今日ホットプレートね。そうそう。今日は行く。たこ焼きだった時とか、ああ、みつるさんねみたいな感じで。そうだね。なんだろう、誰かが。代わりがあるに台所に立たなくていいっていうか、材料だけ置いとけばみんな勝手にやってくれるっていうのがいいのかもね。本当肉とか全部あればもう始まっちゃう。これ今日は長く行くっていうすぐわかる。酔っ払った時に DJ がたまに台所に立って何か作り始めた時とかって、何を作るんだろうみたいなちょっとした緊張感走りますよね。ちょっと変わった。ちょっと変わったおつまみを作ってくれるんだよね。So like DJ Nina-san would whenever he got like super drunk, he would like start cooking something. Everybody gets nervous. Like, oh, okay, what is this making? He's the most mysterious man in this world. But he would always be like delicious, like very different kind of taste. Like, おつまみ how to say that? It's like a something you would taste with drinks, not eat. It's just like pickles or like small quantities.Very popular in Japan. Very tasty. あとさ、私いつも本当にお世話になってるんだけど、高梨家のバーベキュー、あー今ね、はい、バーベキューで思い出したんだけど、何回行かせてもらったかな。私多分5、6回ぐらい行かせてもらった。秋も3回ぐらい。私、そうですかね。2回は絶対。1回は私たちが一番最初に行って、メシャも行ってたこの時。で次の時外何かシンガポールの選手とかみんなでファサードもあった時だっけ、多分ファサードも、ファサードたちがいた時もあった、いた1回だから3回だと思います、なんかいつも思うんだけど、高梨さん家に行く時にやっぱり外国人選手とみんなで集まった駅でバスに乗って行くんだけど、そのなんて言うんだろう、まあ、おじいちゃんおばあちゃんその町の人たちが乗ってるとこに、なんか謎のそう一気に like this is very funny by the way バギーとかゴーレムみたいな every now and then like once a year or like twice or something we go to like Masan's home like his hometown his actual like like his parent home and we would have like a barbecue there he has like beautiful house there's like a background there's like a actual grass area where everybody has a barbecueAnd when we go there, usually there's like, let's just say, a lot of wrestlers from Thailand are coming or Singapore. Like, there's a lot of foreigners in that party always. And it's a very countryside, like in Chiba. So when we go, there's just like, in the bus, because it's a party hall, there's only like old, like grandpa and grandmas, and just like crazy looking foreigners. Those are the only two kind of people. Always very nice scene to see.怪しい感じはしますよね、確かに。で、アンドリューが絶対カラオケやってるんですよ。アンドリューすごかった、すごかったんですね。
アンドリュー超面白かった。とコラケラ何かカラオケカラオケ歌っすごい歌あったんですね。1時間ぐらいもうどこでもカラオケになるね。iPhone で音楽流して。So like Andrew from like he's the founder of SPW from Singapore. で寝ちゃって、ね、he sang like walking. He sang like karaoke the whole way, whole way. It was very incredible. And like he was.でもそれぐらい盛り上がると見たことない、うん、あれはすごいやっぱそれぐらい弱くて、うん、それぐらい飲むっていう気持ちがなかなかないんですね、うん、Like he's so weak to alcohol. It is、うん、like it's amazing to see how weak he is. And it's also amazing how much he wants to drink、うん、When he went to the karaoke, he drank one can of beer, just one big one, and fell asleep, like got drunk, fell asleep, wake up and started, and we were drinking whiskey at that point, and he drank whiskey with usStill drunk. あ、高梨さんのガレージでペッピーブイみたいなの撮ったね。あった、めいちゃんを、めいちゃんが出てくるときはそのバックになんか屈強な男たちがいるみたいで、歌ってるみたいななんかあった。とこのガラージで一番最後にガラガラガラこれアンドリューがこの日だアンドリューいた一番最後にウィスキーとか飲むところだったと思います。で最初になんでねうちに寝ててあれ面白かったですよ。また来年とかねやれるといいんですけどね。あとね、お花見もね、やっぱいいですよね。ああ、そうだね。Yeah, like, hanami is very beautiful in Japan as well. Like, we sit under sakura and just eat, drink. 今年はできなかったんだけど、あそこのいつも行くところに行って。やっぱ海外たちが来て、お花見やってなんかこれ日本の文化だよみたいな感じで。It is always foreign wrestlers and like a lot of friends here, so...場所が変わるだけでやってることは一緒。まあ、まあ、それは結局花見ってそういうものじゃないですか。花を見ながら夜桜見て。But like, it is very, very nice. It's very beautiful. There's a like a pond. You could, it's like a lake right in front of us. And on the high shore of the lake, there's like a very beautiful. It's like a little park, and there's like sakura trees there. We always go there for hanami. It is very nice. You sit right next to the water. これ何かポンド何だかなんていうんですかな。日本語で一側で橋の水があるということはポンドというんですか。橋水橋水堀堀何か英語リバーじゃないやつリバーじゃないやつお堀かな、うん、お堀、うん、これあるからでも花見が結構綺麗になるんですよね。ここあそうだね。夜には本当に水がピカピカするからそうそうそうすごい綺麗になるよ。何か6時ぐらいマンチューロとかレッカ君とかも来て、うん、本当だったらね今年クリスとやろうねって話して、うん、We were like super into like Chris, Masa and me like all of us would want to do it but また来年できるといいな、うん、Yes, it'd be really nice if you do that next year。みーちゃん、お茶ください。あ、なんか飲む。私、持ってくる。私も自分のコーヒー。ありがとう。レッカさんとかすごかったですよね。一回もう。レッカくんはね、もう。楽しかった。これは。高橋さん、何？どうしよう。あ、じゃあ。秋。ビールじゃあ10時回ったんでビールで10時回ったんでビールいや話ちゃんとあれしないとダメかなと思ったんですけど、うん、この雑談だったら別にビールでいいやってはいそっちはいいっすよね、はい、いや高梨さんのすごい17年のヒストリーを期待されてた方ごめんなさい。また試合ができるようになった際にまたご紹介させていただきたい。 Yeah, but like, we always end up having talks and like fun. But we will someday really talk. なんだろう Really talk one day. で、アッキー持ってないの今日。いや会場から来たので。オッケーオッケーごめんね。会場でそれこれ来てたらちょっと。いや本当にさすがに良くないと思って置いといてきます。ごめんね。田尻選手も逆に喜んでくれるかもしれないですけどね。あね。あの準備は君にちょっと。いいね。いいねみたいな。あの超運との話は聞きたいかな。はいね、あの明日。はい。超運。20時から。まあそうなんですよ。今年毎年ねクリス・ブルックス対。ね、記念試合として、うん、さっきの新井さんとかもそうですし、うん、で超運シリーズっていうのも自分の10周年の時に。ガトームーブでやってるんですね、うん、で DDT では工藤さんと、10周年自主興行でやって、うん、で自分の中でやっぱ10周年っていうその節目の人間っていうのはやっぱ超運って欠かせなくてでガトームーブの方で超運さんとやらせてもらってでやっぱ今一番見たい試合って何だろうと思ってやっぱその超運とクリス・ブルックスだなって思って気づかなかった盲点というか、うん、クリスと誰ってやった時になかなかショーンって出てこなかったんだけど、うん、聞いてみたらえめっちゃいいカードじゃんと思って、はい、乾杯乾杯。 So they are now talking about tomorrow's card. V チューさんから V チューさんいただきます。Chris Brooks versus Chon San. Chon San is a
has a really long history with Masan, and of course his 10th anniversary opponent in Gato Move was Johnson, of course. So Hivani was thinking like really who to call for like a special occasion like that, as we are doing a special show in Choco Pro. He really like it, just couldn't, he couldn't escape. And now Abhishek already didn't really thought about it, but now that we did make that match, that is a very incredible match. Johnson is a magician in Chocolate Square. Like he, nobody, no matter how creative you are, you're not gonna top that. そうだ。10周年で。見たいでしょ。ね、すごくない？チョウンさんだけど、10周年の前の同期からもうずっとチョウンさんと一緒に戦ってて、うん、でプライベートでもよく遊んでてね。うん、でさっきの話じゃないけども、千本桜とかあの頃からチョウンさんとかと。いつもね、終わってからその食事行ったり飲み行ったりとかずっと遊んでて、10年以上ってこと、まあ、全然もっと前からですね、10… え、でも一番多分シングルマッチやったのも自分のプロレス人生と超人さんだと思う、多分2007年とかそのぐらいから13年、いや、もっと前からやってるはず、うん、え、でもきっかけガトーム、ね、その前の時どこだったかな、大森とかのね、あのお祭りプロレスとかの試合したりとか、ネオさんの道場マッチでやったりとか、なるほど、同じ団体じゃなくていろんなところで、うん、いろんなところでチョンさんと試合したりとか、新北京プロレスとかね、いろいろあるしだね、新北京プロレスもまた見たいな、あの頃からね、いや今の新北京プロレスだったら、どんな風になるんだろう、なんかどんな人があれですかね、いろいろ中国の歴史も変わって、なんか、うん、そうですよね、張雲さんの歴史が変わって、今なんか本当に、まあ、新北京をあれってわけないんですけども、海外から直でも輸入されて、こう、うん、外人選手がインディーズをいろいろ見れる時代になった中で、どんな、え、でも私なんだっけ、新規、うん、あのでかいなんか持ってる人、あれでしょ、そうでしょ、はい、ともう一人6人タッグでなんか対戦した気がする、チェリーさんの興行じゃないですか、あれそうだっけ、うん、新北京は出てないんだ私、うん、あ、出てみたい、なんかそういう出てみたいと思うプロレスはすごいよね、結構ね、リーフォーとかの参戦もあったり、うん、メイわかりやすいな、うん、メイなんてあるのかな、でも新北京にいいんじゃないですか、やっぱ中国広いから、もしかしたらメイイなるほどね、あ、まあでもそのチョウヨンさんとクリストの、はい、シングルマッチ、これはもうほんと一番僕は楽しみなカード、今一番見たいカードだな、うん、思ってるんで皆さんご期待ください、まあチョウヨンさんも一概の使い手なんだけど、うん、クリスも一段の使い手だと思うし、うん、クリスはめちゃめちゃ研究してる、あ、そうですね、この会場をなんていうの、でもこの会場を研究してるってその元の歴史を作ってきたのは超運ですからね、うん、それは超運が全てのなんだろう始まりというかいろいろなものを、これは一気に翻訳してもらおう、うん、と私は個人的には思ってるんで、確かに、行こう、うん、超運みたいな、うん、超運と誰かによって作られてきた歴史みたいな、うん、なるほどね、あっき今いい話したから翻訳して、うん、やばい、結局お菓子食べたらなんか火がついちゃう、うん、ください、甘いのとしょっぱいの交互に行ったら永久運動になっちゃいますよ、ピーナッツがない、ありがとう、いいな、一回、うん、高梨さんと海ぶどう食べて、はい、おかずみたいに食うなって言われたことがある、あ、それあるんですよ、あのイクラとかウニとかもそうなんですけど、うん、お酒と一緒に味わってこう食いたいじゃないですか、だ別にいいんですけど食い方なんか人それぞれだから、でもこれうまいじゃん、むしゃ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 こう食べると、そうなんかね、チェリーさんとかもそうなんですけど名前出す必要なかった、いやいや、まあそのなんか別にお酒をそんなたしなむ方じゃないから、こうウニとかいくらかこうザクッてやって食ってなんかあれそう食べる、風情がないってことでしょその場のまあいいんですけどね、別に人がどう食おうが、これは多分世界中
これエンドにもよく言われるんですから、パーティーの中で飲んでる人と飲んでない人の中で、うん、飲むだけの一緒に食べるものがどうやって食べるかっては絶対そんな流れになります。それこそこれこうあれじゃないですか、ニラさんのおつまみ、お土産おつまみですね。これでニラさんおすすめの、はい。Yeah, by the way, I can see like every English speaker, you guys are taking a back seat now because the talks are going very, like very specific in the names are very hard to recognize because I don't recognize like most of them. But you guys hang in there, like their English stories are coming as well. Like don't worry. I'm just having too much fun to like really translate. ニラさんのおつまみで、まあこれお土産なんですけど、思い出したのは、まあ美味しいものとかいろいろ作るんですけども、一番すごかったのは。なんだろうこれと思ったら、これが一番安上がりなんですって、酒を飲むにはって言って輪ゴムに醤油をかけてて、でその輪ゴムをくちゃ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 噛んでペッてやって酒飲んでて、これが一番安上がりなつまみですって言ってて、嘘でしょって、ニラさんってなんか作ってると思って持ってきたら、一体これはって思ったら、うん、これはやばいね。わかる、アッキー。いや、なんか所有が分かったんですけど、そう、ニラさんが、うん、あのおつまみって言っていつも料理とかちゃんと作ってくることあるけど、ね、1回だけすごいのがあって、うん、器に輪ゴム、分かる、ジャガーバンド、うん、あのよくこういうのバンド、ヘアバンド、バンド、そうそう、バンド、うん、バンドに醤油がかかってて、で、えっと思ってこれなんだろうって私分かんなかった。でもそしたらそれはニラさんこうやってくちゃ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 ってかなくならないでしょ、うん、で、出してお酒飲んでまたくちゃくちゃこれは高いですね。One time, this is going to be a legendary story, by the way. One time, DJ Nira-san, he's a legend. Like he's the kind of like he's his pop powerhouses in drinking is way beyond legendary. Like so, like one time he was like he would cook all the time, like really great. One just for one time, he took one bowl, put like hair bands, actual hair bands.In it and put shoyu on it like soy sauce and just started chewing them because they would never end even if you chew and you just chew put them out drink like two days. 話を戻すと、クリスとチョウの試合でクリスはさ、このメイちゃんをさ、あのなんだっけ、ビーグル犬じゃなくてなんだっけ、ピニャータ、ピニャータにしたりとか。Like Chris recently started using the chocolate square pretty well. He made メイちゃん into a pinata. That was pretty creative. っていうのがいろいろあったけど、そもそもそういう一ヶ谷のなんだろう、ワンダフルムーブはチョウンがずっともう10年以上、10年以上だよね。10年以上ですね。But チョウンさん is the original inventor of 一ヶ谷 chocolate square. He's the one who started. He's been doing it for 10 years. As by the way, as for a stampede, he so casually does the 619 to a window. You cannot even imagine that. この何か窓の619が私、うん、かっこよすぎですよ。だすごい普通にやっちゃうの、えこれはと思うぐらい、うん、最近何かアクスペリエンス取ってるんじゃないですか、うん、アクスペリエンスでよく見られるんですから、ガトムエクスペリエンスで取った時、うんうんうん、これすごいですよ、楽しみ、すごすぎる。でも本当に窓枠で619しようとしてもクリスが背が高いから、うん、当たらない、お腹とかになっちゃう、ね、でお腹蹴飛ばしたらそれはそれで、うん、yeah, but like the height thing is going to be very interesting as well. いやめっちゃ楽しみになってきたね、うん、I'm so looking forward to that match. So looking forward to it. うん、クリスもすごいですよね、今日もね、うん、ユナモンと、あ、そう、 Yes, the match with Yunamon and Chris. このフィニッシュが、うん、ユナモンがぴったりスプリットじゃなかったんですか、うん、うん、これは、that was a perfect split by Yunamon in that finisher. That was brutal looking. 180度みたいになったもん。That was a pretty like incredible match. 高梨さんはこの試合をもう実況とかどうする？ん？実況。明日来てくれるよね。うん、はい。Masan will be here by the way tomorrow. He will be present in the venue. 高梨さんは見る。なんか天覧試合じゃないんだからそんななんかまあ今ねいい話であれしちゃったんですけど、なんか10周でねわざわざ怪我して本当はね試合やれよって話じゃないですけど、それでねわざわざ組んでもらって俺何様っていうで現場監督みたいな感じで見てて、2人も所属じゃない人のね試合、うん、俺が組んだ試合に間違いはないみたいな、もう嫌ですよそんなやつ。話しづらくない
だって、はい、まあそこは第三者として高橋さんがやる、うん、あどちらでもさくらさんの考えでやりますか、はい、But now they're talking about my son being the commentator and the cameraman for that special match because he had like we will make like I'm sorry will make him do something、ね、やっぱりクリスの試合とかね、超音の試合ってやっぱこうインターナショナルな感じがするから、うん、やっぱ英語はできるアッキーの方がその辺とか伝わりやすくていいんじゃないかな。みんなフィーリングよ。フィーリングですか、うん、一緒にどうですか。ダメよ。どうして。レフリーがいない。あそんな問題ですか。で私がレ私がレフリーやりましょうか。Like, as I said, it's all feeling, so my son should do the commentary. My son said it's an international field, so I should do it. I said we should both do it. As I said, there's no referee. Sorry, sorry. Referee が... Sako-san, what do you want to do? I'm going to play after that. Yeah. That's right. But I always do it. That's right. Wait a minute.いや、その私もトロピカワイルド VS アップルクイーンズだから、うん、ねえめいちゃん試合に集中したいよね、うん、いやでも そうしたら見れるのか試合を目の前で目の前で見て分かんないですよ巻き込まれる率も高そうな気するんじゃないですかいやそしたらぎっくり腰の私が帰ってきて姉さんすいませんねすいませんねアップルクイーンズ一人っていうアップルクイーンどうしてこのイメージできる私じゃあYes. By the way, this is a bad. This show is being booked right now. Who's gonna be a ref? Who's gonna be like commentary and stuff? So I'm Sakura, who has a match after that that doesn't want to be a referee, and Mei Suruga the same. Momohiko-san, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. あのチョコプロ初めてだから、うん、1台では試合したことあるけどチョコプロ初めてだからもしかしたらまだ誰も見たことのないムーブを繰り出す。みんなどんどんねちょっとハードル上げてるね。もうこれはすごいですね。Momohiko-san just said like because we have never seen Johnson in Choco Pro, so we might see a very different. 全然本人そんな気なくしたら。After like 18 or 19 years, we might see something incredibly different tomorrow. So that is a very good possibility. So look forward to it as well. いや、じゃあレフリーとカメラ実況がどうなるかは明日考えましょう。はい。うん。その辺は。まだ一個カードも発表してないんですよね。うん。There's like one match that hasn't been announced for tomorrow. ここで発表します。はい。Right now. 最初に発表になってたトロピカワイルド VS アップルクイーンズ。これがタッグマッチ。それからクリス・ブレックス VS チョーン・シリュウ。シングルズマッチ。で、もう一個タッグマッチで。One more tag match is coming up. さらに。おときさん、ルルちゃん、タイ。あ、OK。ちえちゃん、アッキー。アッキー？ちょっとゴムかもって話したんですけど、本当に混んじゃったんです。そう、今聞こえてます、皆さん。Like, I just found out that I'm wrestling tomorrow. I'm tagging with Chie against Otoki and Lulu. Choco Pro comeback! Low-key, very low-key, but still.チョコプロ comeback。多分25周年の後でチョコプロ初めてだと思う。あ、そうなんだ。うん。Like, this is my first チョコプロ after the 25th anniversary show。25周年って17だっけ？だから、あ、もう1ヶ月やってなかったんだ。One month。おめでとう。One month。I haven't done チョコプロ。うんうんうん。楽しみだね、それも。チエさんが驚いてる。あ、チエちゃん、それあれ言ってなかったか。まあ、そう。Yes, Chie also found out just like me right now that we are tagging tomorrow. Otoki-san, うわーって言ってた。Yes. 私送ってたよ、ちょっと私の携帯持ってきて。絶対もうみんなにね、うん？なんか赤いやつ。あそこにある。初めて。No, no, no. みんなに送ってるはず。ちょっとあれ見てみて。何見る見るですか？あ、電話。うん。これ、美味しいから食べよ。ありがとうございます。ごめんね、前。ごめんね、前。すみません。よし、調べよう。カレー豆美味しいよ。いやあ、味噌汁になってた。ダメだこれ。しかもなんか明日タッグで。なんだこれ。味噌汁って書き終えた文章じゃなくて書く途中じゃないですか。書く途中。書き出ししかない。Sorry。Yes。Everybody just in the match, everybody who's in the match, including me, just found out that I am doing a match tomorrow. This is my comeback. No safe from me.
I think he just told like, ah, if you wrestle in all Japan, he's okay to do here too. 欲しいね。明日タックでまで書いてたんだけど。今知りました。聞いてないから。Here you go, bro. なんかさ、みんなさ、今知りましたみたいなこと言うけど、だってさ、情報最新で、最新情報はチョコプロで見れ聞こえてますよ。でもこれは多分みんな。そんなに驚かないと思います。うん、なんかいつも通りじゃないんですね、さくらさんが、うん、ライブで何か発表しちゃったとか、うんうん、あ、しちゃったというかな、発表したとか、前の新規はそんなようにじゃなかったんですか、うん、でもね、これは難しいよね、私はさ、皆さん鬼って出てるあの、私は送ったつもりになってるから、みんなは何文句ちゃんと思ってるわけじゃん、うん、そうですね、この人間の誤解っていうのは難しいですね。新規の時本当にすごかったで、うん、私とめいちゃんの顔が、えはってなって新規版やりましたね。新規版っていう、ありがとう。今日の昼の大会 last time 新規版 like me and May, our faces were something to look at after that 新規版 announcement because we didn't know and we were like sitting in the front、うん、で、この間ユナモンとサキちゃんのシングルマッチ見てくれた？はい。あ、と、あの二人とやるんですよ、ここが。ああ、はい。田中さん、これはどう見ますか？やっぱりね、タッグのやっぱなんていうんですか、長く組んできたっていうのは向こうじゃないですか、うん、で、百均サンダースだってあれなわけじゃないですか。でもそのね、タッグのあれを覆せる新しい力っていうのがこの2人にはあるんじゃないかというか、さくらさんにはなくてもなんかめいちゃんっていうのになんかあるんじゃないかっていうあのコスチュームやっぱいいですよね。かっこいいよね。かっこいい。コスチューム素晴らしいですよね。うん、そうだそうだ、あのコスチュームがあれば私たち大丈夫だ。めいちゃん明日かっこよく決めよう、うん、あったすごくない息ぴったりじゃない。本当に左手になんかこう言って、そのなんていうの、チーム名とかを言わないっていうのはどうかと思いますよ。違うの、うん、間違えたの、めいちゃんがチーム名を、うん、アップルクイーンズなんだけど違う名前言っちゃったの、うん、あ、そうだったんですか。そうで、私が多いってずっとやってますよ、うん、ってなって、やり直しだやり直しだって、入場やり直したのって本当にね、あの25周年の時やり直したかったんだけど、うん、やり直せなくて、あ、やり直しはチョコプロなら可能って思ったの、うんうん、入場やり直した選手って今までいるかな。だ、海外とかだと聞いたりしますけどね、Is there wrestlers who have like redone their entrances? Because I'm sorry about that in チョコプロ、 she said like she wanted to redo her entrance in 25th anniversary but in チョコプロ she might be able to do it so she tried to do that last time andメイスルが so proudly said apple dummies、うん、これは私一生忘れない。佐野さんかっこよく決めスタドはそう気づいてなかったよね。すごいかっこいい、すごいかっこいいポーズから飛んでピッて間違えたことに気づいてなくて、私がいきなり頭ポン叩いたからえなんかすごい心感が生まれてしまうっていうI will never forget that. I will never forget Ami Sakurai in full-on pose character, just like face, making face, and then just goes, what? And hits Mei on the head, very lightly, like a kid. And Mei goes, what? Because she didn't realize that she has mistaken it. I will never forget that scene. Like, I will really, really never forget it. Sakurai-san and my tag are also long, right? Long, yes. The first time, 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 the今、うん、あのタッグまた私多分何回も言ってると思うんだけど、まあまあ、知らない方のために、ね、はい、うん、百均サンダーズの名前の由来を今お話します。They will talk about because they've been tagging so long. It took some time till they like named themselves Yakin Thunders. But why is the name Yakin Thunders? Here they go. めちゃん知ってる？え、お聞きしたいです。あの映画のさ、テッドって知ってる？クマのぬいぐるみの、そう、日本のあの吹き替えだと有吉さんとかがこう、はい、やられた。それのワンだっけ、なんか一緒に見に行ったんだよね。はい。オビちゃんも一緒だったっけ？オビちゃんもいたような気します。うん、はい。They went to watch a movie. はい。オビちゃんはなパイレーツオブカリビアンかなんかじゃなかったですか？それは。あれもあれはもうほぼオビが寝てたっていう。始まって4分のオビ色寝るっていう。うん、で目覚ましたらもうポップコーンがずらないで。我々もとりあえずそれをこう回収して。いや、おみちゃんと映画二度と行くまいと思って4回ぐらい行ってるんだけど、すべて寝てるからね。ボヘミアン起きてたかな、ちょっと覚えてないんだけど、あのなんだっけ、雷が、クマと主人公が
テッドっていうクマと主人公が仲良く、クマのぬいぐるみと、そうそうそう、主人公が、知ってるテッド、テッド映画、ムービー、ブリフィンマス、どういうの、テッド、ブラックの、TED、あ、TED、OK、YES、TED、見たことある、アッキー、So the movie TED, by the way, everybody knows it, TED, like with Mark Wahlberg, the movie TED, they went to watch the movie TED.By the way, Saka Obihiro watched the Pirate of Caribbean and slept through it, spilled all the popcorns while sleeping, and they were cleaning it afterwards. で、その映画のワンシーンで、雷が鳴って、すごい、あの、二人ともびっくりするっていう。子供の時だっけ？子供、There's like one scene in the movie where a lot of like lightning happens. It's like when he was a kid. これ、お願いするところ時間ですか？ね、なんか怖いから、怖いから雨が、Yes, so he, it's like because it was a thunderstorm is going on and Mark Wahlberg as a kid is like scared and he makes a wish because he's scared. その時の歌で、まあ映画見ていただいてる方は分かると思います。タンタンサンタって歌うところがあるんだけど、いや、これすごい有名ですよ。そう。だけど、テッドの歌はマーク・ウォルバーがもう何年前の歌で何か映画だけど今も覚えてる。なんか耳に残ったんですよね。So like that song, that thunder song from the TED, that's where the Yakin Thunders comes from. That is incredible. I never knew it. 私結構好きな映画です。いい映画だよね。すごいいい映画です。その映画の中から。取ったってこと。あ、これなんかチーム、チームの意味だっけ？チームの意味。Announce the team because they are attacking. テッドと、そのあれみたいな主人公みたいなチームになろうって話したの。え、雷の時に歌歌って大丈夫だよっていうようなチームにしようってしたの。最後にバラバラになって何か大人になってこれっていうか、要はあのクマのぬいぐるみがすごい下品で悪口ばっか言うから、なんかこれはひどいなって言ってまるでなんかこう喧嘩ばっかしてるけど仲がいいみたいな。Yeah, so like they talk about like because they always fight but they're still like really good friends. So they thought like because that like Ted the bear is always like saying bad stuff. He's always fighting. これでもこれコンセプトがすごい面白いですね。子供がおもちゃが本当になって赤ちゃんだけど二人が大人になったらどうなるかなっていう、だこのベアも大人になってるからもう普通の大人で、子供の頃は本当にファンタジーなクマみたいな感じで僕は君の友達だよみたいなずっと一緒みたいな感じで仲いいんだけどでもずっと一緒ってどうなるか、そのずっと一緒だともう慣れちゃってもうお互い悪口ばっかり言い合ってるみたいな感じだけど仲がいいみたいなね。見てみてすごい面白いよ。でしかもお腹なんか触るとなんかあれなんだっけ、I love you じゃなくてなんか言うんだよね、お腹を何がこうこれを内蔵されてるからで、それになるとあ、クソになったよみたいなクマが喋るんだけど、また押すんじゃなるだろうみたいな感じで言うんだけど、それも面白くてこれやるともう何か本当の喧嘩になるっていう。なんだっけ、I love you だっけ、I love you っていう、なんかおもちゃのあれが胸を押すと、いや、お腹の中で、何かで揉めて、なんか、I love you? あの、さくらさんのお腹ポンで上げたら、I love you って言った。So in that relationship, Ami Sakura was Ted, who always said like just bad things. So they wanted to become a team, just like those were, like always together, that kind of team. And he said like, if they wanted to, like Masan thought of a move, if I punch Ami Sakura in the stomach, she says, I love you. That'd be so funny. なんかお話だけ、これめっちゃ面白いから見て、なんか、でもおっさんじゃないじゃないですか。もうなんかこう一緒に見に行ったからなんかもうなんかそういう感じがなんか重ねちゃったとこあったじゃないですか。結構そういうなんか見て影響を受けてこれみたいな感じやろうってありました。ポップティビとかも結構影響を受けましたよね。だけど私がなんかすごいなんか二人がすごい好きだとはすごい嬉しいですけど、この映画の冗談がすごいポップカルチャーが多いんですよ。何か芸人たちの名前呼んだりとか、スポーツターの名前呼んだりとか、これがすごい多いんですから、日本語でどれぐらいスターだったかなとか、私すごい興味あってた。だからすごい好きな映画だから、何か、なんというかな、何かこれ見ようとかやりたいんですけど、そんなに冗談がそんな冗談だと伝えづらいんじゃないですか。あとは子供の頃から好きだったポップカルチャーみたいなことを、いや、あれはなんとかだろうって言ってて、途中でそのね、その自分の子供たち好きだったスターに会ったりとかして、パーティーで会うけど、そのスターとかが悪い薬やってるのとか見ながら、あれするとか面白かった。ブラックジョークが多いですよね。ブラックジョークも何か、本当に芸人たちの話がいっぱいありすぎて、なんか自分たちが子供の時これが好きだったから、この人が会ったっていうのがあって、
うん、でだけどもうみんな大人だから全然みんな大人だからだけどこのテディベアがちょっと本当に性格悪いんですね、うん、大人は何か自分が可愛いから何でもやっていいっていうがよくテーマになってる、うん、テディベアだから可愛いだから何やっても何とか、うん、許してもらえる、うん、まあおテディベアだからそう、まあ、でもそのこんな感じでそれがちょっと、うん良くない言葉が前についてたから、うん、それを私たちが好きなブランドの100均 So that's why their favorite brand the Thunder、うん、was from the Thunder song from Ted and the 100均 100均 basically is one coin shop、うん、yeah look it's like a dollar store you know the dollar store right so that's called 100均 here so 100均 Thunder that's like cheap、うん、has no money and Thunder、うん、from that team、うん、so that's how 100均 Thunder is bornA very, very meaningful name, by the way. One of the most interesting stories of a name ever. 鼻で笑った。あとなんだっけ？二人でシルクとソレイユ。あ、行きましたね。これ。そう、はい。私めちゃめちゃ感銘を受けたのね。うん、シルクとソレイユ。シルクとソレイユ。シルクとソレイユってサーカス？うん。ショー、エンターテインメントショーみたいな。シルク知ってる知ってるシルクシルクシルクとソレイユ発音が違うのかも私わかんない、うん、最近もだってねそのそれで解雇のあるとかいろいろありましたもんねそうだねどこだっけマクハリどあサーカスマカリスマカリスオッケーでそれに行った時からあれそれでエンディングがあったんだよね違ったっけエンディングじゃない途中ですよ途中のネタでこれですよね、うん、違う、はいこれプロレスに活かせるって言ってやったやつがあったじゃん、うん、ああ一時期やりましたねカーテンコールみたいな、はい、カーテンコールのあれやりましたねそれはありましたね真似した時があったね、うん、そのみんなバイバイした後にまたもう一回戻ってくるっていう、うん、カーテンコールで演劇とかだと出てきて舞台で挨拶して帰ってってっていうあれなのに帰った後もう一回アンコールみたいな感じで全員バーッと走って出てくるっていうのを何回もやって、うん、で、はい、私ああまだ終わんないんだって見たけどさくらさんそれに超熱狂しててうわーまた来たーみたいな感じであれしてて影響受けちゃって私プロレスでもこれやるって言っててやった後楽園とかでやったっけやりましたよ So I mean Sakura but she went to watch a circus and like really impressed by the circus 思い出した So when the circus like everybody the curtain closed everybody went down and they ran out one more timeAs like an encore, everybody goes like, wow, they came back. So it's my son in the side thinking like, oh, it's not finished yet. Ami Sakura goes, this is so wonderful. I want to do this in wrestling. And she did that like for many, many times. They would say goodbye. And the show would end. Everybody would leave in the curtain and they would run back、mm. one more time. And yeah, and then just go back. で、その時に、コーラケンでやった時はまあ良かった。They did that in コーラケンホール and that was really good.毎大会やろうと思って新規場とかでもやってたら But they're like, I will do it every time they did, she did that in 新規場なんか普通の大会なのに会場の規模に合ってないみたいな It was like, it's not a special show today so the team didn't match Everybody's like, huh? 俺は私たちが大きくなったらまたやろうって決めて封印してるね So she's like, she's sealing it as now like for the time that she does one more big show ちょっと覚えてないんだけどああこれ私知らないんだった話ここだったら25周年でやってたと思ううーんでも25周年は25周年でどんなエンディングだったっけチョコプロでは、うん、そう大きじゃなかったんですかみんなあーバイバイして帰ってから私がカメラ閉めるんじゃないですか毎回みんな消してから私がチョコプロのロゴでカメラ消すなるほどね、うん、明日やろっかね、もうこの135人の人が見てくれてるからその人たちだけおお来た来たみたいになんか、うんYeah. So they're talking about, I'm like, if we had known about it, we would have done it in 25th anniversary show. That was a very good show. We would have done that, but I didn't know. その客席に近くにいるのがすごい驚いてて、もう演者さんこんなとこにいるみたいな。そういうのとかすごいシルク嬉しかったな。なんだっけ、あの、サーカスじゃなくて、ピエロの人たちだっけ、そのゆうゆうゆうって笑うやつ。そうですね。なんだっけ。ピエロの人たちもやっぱいろいろな演出してて、うん、その中で本を読むみたいなパントマイムみたいな動きがあって、はい、その中で手と手をこうやってまあ私さっきみたいな感じで合わせて、はい、でこうやると本みたいでしょ、うん、でそれを二人が覗いててあはははって笑う演出というかそういう表現があって、はい、それを見た瞬間二人が顔って合わせてこれだみたいな感じで
やって、なんかそういうアピールをこれからやってみようみたいな感じであれしたんだけど、全くわからないから結局やんなくて、これはあのプライベートとかで何かこう揉めたりとかした時の最終的に仲直りする手にしようって言って、こう桜さんが何か言って、私もこうじゃないですかって言って、こうなって、なんとかですよって最後っていう演出生まれたっていう時期。So, so they saw it, by the way. They saw it in like the, in the circus. There was one more act where two like a pianist would say, like two people, two artists would come, and they would like push their hands together, just like they did, and they would open it. So it's like a book, and they would like peek into it and do that. And then, so both of them at the same time goes like, oh, this is it. As a team, this is the thing we need to do. Like, we can do this. We can like really appeal like this. So they tried doing that as well, and they.Like, in the talk of doing it, they made the scene and like, simultaneously did it right here. でも、一応さ、お互い信頼関係があって、こうじゃない、こうじゃない言ってるけど、まあ、たまにひどいこともやっぱするじゃん。私もね、結構なんか本気で怒ってたら、本気で怒ってて、どうしようってなった時に、そっと出して、そのテスラなんか、はぁみたいな感じで見られたら、悲しいじゃん。その時はもう、本当にもう、もうこれはもう、じゃあ、終わりだ。こうして、出したら、もう半分は成立してるってことだね。いやいやいや、だからその話じゃないですか。これをしなくなったらもう終わりだねっていう、そのもう我々とかこう話したりとか。Because、so、they're really friends. So if one day they really got angry at each other, and one showed the hand and the other didn't, they're like, oh, that's the it. Like that's it. That is the day it ends. So like, as long as there's another hand, it is there's still like, oh, we can go on. Yeah.It's a very beautiful story. Like, yes, very beautiful story. No, it's not a beautiful story. No, it's not a beautiful story. When she started Chocopro, we were all the same member. So we are always the same member. Yeah, 正直さ、まあ、めいちゃんは、な、なんだろう、まあ、年齢も離れてるし、めいちゃんは very separate in age-wise. あっきもそこまでそんなにいっぱい話す仲じゃなかったから。So we didn't talk that much in the beginning. ベストブローっていうか、友達っていうか、ではあるけど、この3人のバランスが崩れて、仲悪くなった時に、いやもう、ちょっともう今日3人無理とかなったら、チョコプラが終わっちゃうじゃん。そうですね。で、チョコプラ終わり。So、if our relations in this group goes bad, チョコプラ ends that day. で、そのチョコプラ、私何回も言ってたよね。めいちゃん大丈夫、アッキーもまだ大丈夫って、この3人仲悪くなったらもう終わりだから、ガトーベブも一緒に終わりだから、みたいな感じで言ってたんだけど、その時にこれだ。そう、だから3人もしかしたらこうやってこうやってやってやるかもしれないけど、アッキーだけこうなってますよ。あーだいーだいーだいーだまっせー。だからこう、じゃあみんなでパターンやりたいに。ポッタ。ポッタ。あー。その時はチョコプロフィニッシュだね。もうこれ。うん、今までありがとう。今はね、少しずつこうゲストとか来ていただけるようになったけど、本当に一時期は3人でずっとも う, そう、ね、ずっといたから。さくらさん、これ本当に2日で1回絶対言う。時々1日で3回言う。だって私は結果さ、自由にやってるから何もストレスとかたまんないけど、この2人はやっぱ思ってること言えなかったりとか、逆に2人同士が言ってて私だけすごい浮いてるとか、あの私とめいちゃんだけが話しててアッキーが浮いてるとか、3人だとさ難しいな、そういうのが。でそういうのいろいろあるかなと思ったんだけど、よくもまあ頑張ってくれましたね、本当に。ね、私とめいちゃんはどんな話っていうのになるんですけど、いつも全然喋るんじゃないですかとか、逆にライブじゃない、私たちライブですごい話しますから、ライブ終わったらサグさんがうんってなって、めいちゃんもとりあえずうんってなって、私も何か見ようかなって、もう1時間まで誰も話さないんですよここで。だから全然なんていうかな、頑張るところもなんか普通に楽しいですから。え、全然そうだよね、なんか私たち、はい、じゃあチョコミさんバイバイ、ありがとうございました、お疲れ、こういう感じだよね。これの中でもさくらさん一番早いですよ。もうスマホ持ってますから、うん、もうそのまま自分の席で、うん、はい、だからめいちゃんが片付け始めるとか、私たちいろいろなんとかやったら、もうさくらさんももうディープ、いやいやディープ、すごいディープな感じで、で、もう5分10分後では、あ、何かバイトだけど面白いこと見つけたっていう。こっちからもう一回話し始める。そうですね。というのがすごくある。これはすごい楽しみ。うん、誰かバイトが出てくるかというか。でも、アッキーとめいちゃんはさ、今のところは仲良くやれてるもんね。うん、自分も、高梨さん、いや何回怒らせただろうね。うん、一
岩田さん怒ったことある？ある嘘、私もだから言って。でも最初の方で、まあこの間も話したけど、 We're at the point of fighting now. Have they fight like seriously fought?なんだっけ、私がまだまこちゃんとかと組んで試合やった時のダメだったあれとか、うん、で試合のことで怒られることとかいっぱいあります。試合のことはそれはあれだけど、今はもう言わないじゃん。Angry at her, him for like really for, like super angry at for matches and stuff、うんうん、まあ普通に怒られることとかありますよ。なんかなんだったっけ、大阪遠征か名古屋遠征かなんかのバスの中で、なんかさくらさんが最後にバトルロイヤルやりたいのよって言い始めて、うん、でなんか順番誰が出てきたら面白いのかなとか、なんか適当なことをずっと言って、私全然聞かないでこうあれしててで、順番さ、この人が出てきたら面白くないみたいな、最初になんか例えばまあめいちゃんが最初出てきたらなんか元気な感じじゃないとか、なんかそういう話とかをしてて、でもう私別に関係ないやと思ってこう言ってたら、結構ガーッと言ってきて、聞けよみたいな感じ で怒り始めて、で私もそれで怒っちゃって、そんなの今言うことじゃないし、だいたいそんな試合を最後にやるなんて、もう当初のその進行というかね、何時ぐらいの大会のショースケジュールで考えたらおかしいでしょっていう話して、そんなこと今言うことじゃないだろうって言ってて、いやそっちだろ今言うことじゃないよって。いや、ね、名古屋に向かう途中の車でしょ、バスの中で、だから周りの人たちがみんな固まるっていう。だってさ、今やろうって話してるのにやらないってなっちゃったら、でもついちゃうじゃんバスが、うん、だからそう、今否定するんじゃなくて、そもそもやるっていう予定になかったものを思いつきでやるみたいな感じで言うんだったら、私がやるって言ったらやるわけじゃん。だから今私がやるって言ったことに対して、自分がやるっていうのは決めるんだったら、もうちょっと自分で出来上がったものに対して、あ、これどうしましょうみたいな感じで話すんだったら分かるのに、いきなり思いつきみたいな感じで言い始めて、こうなって、でもう冗談じゃないよみたいな感じになっていや、言うそう、まあまあまあ、これでも実際名古屋でバスではこれやってないけど、talk about a fight, そんなことあったんだ。 And then that fight, then they really did like, oh, but I was this and I was that, and it ended with that.バトルやった。 That's all I'm saying. やったやった。あ、やったんだ。そう、やりました、やりました。そう。And they did do battle. By the way, that is actually a theme. と、まだ当時新人のことが多かったから、いきなり2試合とか、とね、やるってなったら、すごい緊張しちゃうだろうし、なんかね、そういうことをやらないんじゃないのみたいな話をして。あ、うん、でもなんかちょっと今のだと私が悪いみたいな風になっちゃうから、単純に高橋さんが悪くて私が怒った話とかないの？マジで怒る、酔っ払って怒る、ね、So like this story was Ami Sakura was in the bad and Masan got angry。 クリスの時とか、クリス一緒に飲んで酔っ払ってもう一軒行くぞみたいな感じになってて、桜さん、僕は桜さん蹴飛ばしたのか、桜さんは僕蹴飛ばしたのか分かんないけど、なんかね、こいつを連れて帰るみたいな感じでタクシーなんか押し込んだとか、なんか怒ってた。あったあった、なんかクリスと高梨さんが2人で肩を組んで後ろから私写真を撮って、すごいいい、いい絵みたいになってたんだけど、もう怒りの模様で証拠写真と思ってバッて撮ってたんだけど、あったね。あ、もう酔っ払ってる時はやだね。怒られること多かったっすね。 Yeah, so like the only time Masan got angry at for like just being Masan is when he's drunk. He drinks, has fun, and Masan doesn't like that, go home. That's the only fight that they get at、ね、あの、うん、終電が近づいてくる時の私のピリピリさは皆さん伝わった。はいはい、終わりですよ、帰りますよみたいな。Like by the way, it goes like it goes like around 11:30, around 11:30. Like one hour to go to the last train, and Emisawa starts saying like, okay, everyone. で、and then こっちも分かってんのにその言い方ないだろうみたいな。やっぱ and everybody goes like, we know. なんだよこれみたいな。Like we know the time. Like, we'll go. Like you don't have to say it like that. これだっていないもんね、さくらさん。So like, and then it keeps going, and everybody leaves for the in the last train anyways. いないでしょ。いないでしょ。いないいないいない。いや、これは後で話すわ。ふざけんな。え、いないでしょ。あ、クロさんとかじゃないの？クロとまっちゃうの？あ、私いなかったか？いないよ。ほら、記憶違い。ほら、やっぱり。いや、あの、なんだっけ、その高梨さんが、はい、小鳥ちゃんと小鳥ちゃんのお寿司屋さん、うん、いた時に、はい、あの工藤さんと坂口さんと、違う、その時は DDT が群馬大会だった。あ、で、その大会終わった後に。小鳥寿司の方に寄らせていただいて、
で、まっちゃんと工藤さんと俺の3人で、坂口さん車だから基本的にお酒飲めないし、うんうん、で行ったんですよ。で、まあその時ね、まあまあその話は酔っ払って泥酔したって話なんですけども、うんうん、なんでその話を、いやいや今出てたから言うんだけど、うん、あのいきなり小鳥から泣きながらじゃんかってきて、うん、坂口さん、坂口さん、高梨さんが、坂口さんがって言うから、いやもう怖いじゃん、怖いですね。で、どうしたのどうしたの、なんか事故とかそういうの、要するにいなくなってしまいましたって言われたから、え、いなくなったってどういうことだろうと思って、で、まあその車で帰ってくるっていうあれだったんだっけ。じゃあです、駅まで送ってもらったんです。駅まで、なんか終電とかも結構時間ギリギリだったから、うん、どうするんだろうみたいな感じで、で小鳥寿司の方から送ってもらって、うん、はい、そう、ちょっとここまで大事件だから言ったっけ、ま、え、これ言うのどうするんですか、うん、で、お母さんからも連絡があって、すみません、ちょっと高梨さんがちょっと本当見当たらないんですよね、急にいなくなっちゃって、本当一瞬目を離した隙なんですけど、で今みんなでもう本当に手分けして探してますってなって、でも、え、一緒に駅まで来てなんで駅でいなくなっちゃうのと思って、誘拐かなと思って、もうすごい焦って、うん、わーってなって、しばらく1時間2時間ぐらい連絡が、1時間ぐらいあれですね、そう探して、でもう工藤さんとかまっちゃんとか探すのめんどくさくなったから、あいつは大丈夫ですよって言って、そういやでもそれも聞いて、でももう車の中に、いやそのね、試合だったからバッグ、試合の荷物もあって、お財布とかも全部置いてあって、体だけが、本人だけ消えちゃったの、いきなり、はい、覚えてないんだけど、うん、で私もでも行ったところで何もできないし、まあ、連絡待つしかできないから、分かりました、じゃあ何かあったら連絡してくださいって、もうどこかでやっぱ車にひかれちゃったんじゃないかとか、すごいいろんなこと考えてたのよ。そしたら深夜の1時とか2時ぐらいに田辺さんが見つかりました、後でお母さんから連絡ありますって言って、こっちゃん切れて、はい、お母さんから連絡もらったら、あのね、高梨さんね、ちょっと寝ちゃってたみたいでって言って全然なんか違うビルのところに、なんか結婚式場かなんかがあるらしくて、うん、あ、まああるんですよ、群馬の、ね、その駅の近くに、うん、もしかしてその中に入ってって、その中に眠ってたらしいんですよ。いや見つからないよ、うん、建物の中見つからないよ。まあ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 、あんまね、あれなんですけど、まあ、でもあの時はさ、やっぱり、ね、glorious story that day I tell you、 全部あるんだもん、this is a legend level story、 酔っ払っていけない人が消えたからね、多分ね、あの時のね、小鳥は私が、あれですね、脇沢さんを見た時以上の、あ、見ちゃいけないもの見ちゃったっていう、あれあるでしょうね。しかもその日、こっちゃん家に泊めてもらって、うん、そうですね、あとはもう夜中だから、でじゃあ次の飲んでて、どこで記憶飛ばしたか分かんないけど、とりあえず次の記憶がパッと目覚ましたら天井が違うと思ってあれとりあえず俺何かやったなと思って、でだんだんあの周りの家族の人たちが起きてくる声とか聞こえるから、だんだん現状を把握して布団をそっとかぶるってそこれは、あとなんかみんなでこっちゃん家に大会前か前日かなんかに決めてもらった時に、After the talks, I'll get to it. Hold on a second. 何だったっけ、あれニラさんがすごい酔っ払っちゃって、で私がこっちゃんの部屋で寝てて、高梨さんとニラさんが2人で寝てたんだけど、ニラさんがめちゃめちゃ酔っ払ったので、なんか、いきなり歌を歌い出して、夜中ずっと徘徊してるっていうで、そのこっちゃん家2階建てだったから、万が一こう落下したら危ないというか、そうですね。ね、で、あとしたらどうする、なんだっけ、ニューヨーク、ニューヨーク、グッバイニューヨークだよ、グッバイニューヨークとかなんかずっと、ニューヨーク、いや、こう群馬だよと思いながらニューヨークじゃないよと、あれはすごかったあれもね、私が言えることじゃないけど、あの DJ もやばかったっすね。初めて、そのまあ、一応プロレスラーだから、そういう技を人にかけるとかっていうのはないんだけど、めっちゃスリーパーかけたからね。本当に、いや、あの、なんていうの、体落としみたいな感じで、けさ固めとかして、こいつをこのままって、本当に、あれはなんかもう、ね、高梨さんは高梨さんで、こっちゃんとその、ファン時代からの家族との関係性はあったけど、うん、こちらからしたら、お預かりしてる、お子さんをお預かりしてる団体のものとして、うん、もう恥ずかしくて恥ずかしくて。
まあでもさ、この間なんか誰か俳優さんとかもよく酔っ払ってどこどこで寝てたとかニュースになってたじゃん、うん、本当になるからね、やめて。あれ、これあの話は大丈夫ですか、新宿で寝てた話。全然わかんない、どうぞどうぞ。おじゃあまたね、ちょっと話戻させてもらって、うん、あのいろんな話があれしてたんだけどね、あの日は確かやっぱニラさんとなんですよね、うん、ゴールデン街で飲んでたんですよ。で楽しくて何軒もはしごしてて、でDJ と一緒に店の外に出たところまで覚えてるんですけど、次の瞬間私のこうこうやってやってるあれで、私なんだよと思ってうんってやって何って言ったら、あの私あの路上で寝ていて、あのゴールデン街ので、それを起こしてるんだなっていうのをなんとなく把握したんですけど、うんうん、酔っ払っちゃってるからわかん、ちょっとあれで、うん、いや寝てますんでって言ったら高梨さんですよねって言われて本当にこれはで私高梨さんですよね、ブッと目覚めてうわっと思って、なん俺どうしたんだろうって、って言ったら、あいつも見てますって言われて、辛いお客様で本当に絶対見しちゃいけない、もう本当にね、まあまあこの辺の話もね気まずい話なんですけどね、本当に。でね、それでしかも自分携帯とか所持品なくしちゃってて、でおまけ DJ もいなくてで DJ、まあ夏だったからね、あのあれだったんですけど、あのね凍えるとかそういうことなかったんですけど、でも物ないからすいませんって頭下げて一瞬警察切ってもらって、交番あったから交番行って、あの盗難届のあれして、でもしも見つかったらご連絡お願いしますみたいな感じのあれさせてもらって、で私やばいと思ってすいませんそのお客様頭下げて、もう本当に申し訳ないそのお客様に対してね。でもそのお客様が何だったかな、赤坂かなんかで試合やった時に普通に客席にいらしてて、それ見た瞬間にあーっていう何とも言えない気持ち、あその説は申し訳ございませんでしたっていう。で一方、うん、DJ は DJ で私と店を出て、私その後その目覚ました探し手がいなくて、だから DJ と私離れて店を一個挟んで反対同士で寝てたらしくて、うん、でDJ は DJ で目覚まして、でここはどこだろうかと思って、でとりあえず、靴、DJ は靴をなくしててなぜか知んないけど裸足で、で DJ そのまま裸足で今ここで一番近い場所はどこだと思って、新宿からここの市ヶ谷まで歩いてきたんですよね、裸足で。裸足で真夏の灼熱のコンクリートの、そうで来たんですよね DJ がすごい格好で、でわお、あの職質とかされなかったんですかって聞いたら、私を見て見て見ぬふりしていきました皆さん私を見ますが、そこにいないふりをして見て見ぬふりをされてましたって、職務放棄ですねっていう本当にこれは どれだけ翻訳したらいいんだ、これダメですよ、もうこれはもう赤いも残してよ、ね、またいつかっていうずっと言ってるずっとまたいつかって言ってる。そうじゃあ残り10分となりましたが、もうやめようよお酒、もうやめるのもいいかもしれないけど、いやいやあのね立ち飲みましょう、ちょっとね減りましたよ、あやっぱり今回の怪我で実家にちょっとねお世話になった時期とかに、やっぱその子供たち、まああの姪っ子甥っ子とかそういう子たちが、あのマー君酔っ払っちゃダメだよとかって言われるのを聞いたりとかすると、あもう酒とか飲んでる場合じゃないなって、はい、靴ない声でありがとうございますで DJ の靴なんですけどね、いや、今までの中で一番じゃないですか、この人、何かこれ、ランキングすると、うん、いや、しかも日中に帰ってきたんだよね、明日の裏焼けるよね、焼ける焼ける、だって多分昼ぐらいまで友人多分外で寝てたんですよね、 You will find a legend level of things、うん、確かに私も裸足で歩いてるニラさんいたら見ないふりをするかもしれない、うん、関わってはいけないっていう、難しいところですね。でも、そうだね、めいっ子さんがね、はい、めいっ子さんとおいっ子さん、うん、いるからもうちょっともうちょっとちゃんとしましょうって思いました、うん、今回で、いや、
あれ何の話からここまで来たんでしょう。いや分からない、うん、ずっと楽しい話になってますよ、うん、最後になんかじゃあ喧嘩の話から、うん、誰が誰に怒るかっていう、うん、めいちゃんと秋って喧嘩したことあんの。喧嘩の言い合いぐらいは、うん、いや結構いいんですけど、多分なんていうかな、止まると喧嘩になるんじゃないですか、うん、何か言いたかったけど言ってなくて後で、うん、ずっと自分で怒ったから何か言ったらすぐ怒るとかあるんじゃないですか、うん、でももうこれは一切ないんですから、もうまっすぐ今気づいたら言うすぐこれこれじゃないと言うと、あごめんねって、いやこっちこれこれじゃないとか、そういう感じ、お互いは口を聞かなくなることは一回もなかったと思う。うん、多分そっちもそれで口聞かなくなるってことないよね。全然、うん、どんてくんですから。その場で言うのはあっても。くじもどんでいったら、あ、オッケーオッケーって言うで、うん、ちっちゃい喧嘩はもう一日で何回なってますから、大きいはなってません。私に怒られたことあるって話からね。うん、yeah, like, yeah, 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 yeah. The reason we don't fight, because the talks were about fighting, right? And then it goes into like super crazy places.The talks, but like, Ma Sanja, do we fight? I'm like, yeah, but it's just that we don't have any big fights because we don't hold it in. We just, she says anything to me and I say anything to her. So, there's no like, how do you say that? Filter. Yeah. So, had no big fights yet. It's okay. I'm kind of prepared for a big fight. It's alright. でも結構、さかさん失礼な話で。この業界内で、まあ、ちょっとしたそういう事件とかあったりとかすると、うん、高梨さんこの事件のあれわかるみたいなことを送られてきて、うん、あ見ましたよ大変そうですね、うん、って言うと高梨さんガトムーブは子供とかもいるならこういうことしちゃダメよみたいな感じでしねえよって疑ってんのかみたいな、これうんこれはわかります、うん、よくそういうこと、やったことないのに言うのが、まず言うのが失礼だよ。でもさ一応言っとかないとあのいや何とも思ってないですけど、うちはあの未成年もいるのでこれこれこういうことはしないでねっていうふうに、何それこれはこれ言ってるんですか、悪くないんですかさん、うん、やるかもって思ってることは失礼になります。何かえこれは私やるって思ってますかっていうね、分かるよ、うん、でも失礼でも言わないとさいけない時もあるじゃん。私も何か最近ちょっと言われるんですけど、最近そんなこと絶対やらないんですかって言っても、なんだっけなんか、うん、でもマッキーダメだよって、うん、あ分かりましたって言うしかなんだっけ、そんなどんなことがあったっけ。それはあんま言うなよ、面白いよ、うん、なんかあの私たちは普通に子供たちがなんだろう、まあそんな弁明みたいな話しなくていいですよ大丈夫ですよ、もうあんまそんな話突っ込んでくとあれだから The talks are being stopped now because this got into crazy town。 でも今未成年いないね。そうっすね、いるでしょ、あれにゃ、ごめんごめん、リンリン、よいよいよ、ね、忘れた言うてそういうとこですよ。うん、難しいね、なんかさ言いづらいことってなんか一番言わなきゃいけないじゃん。ね、だからお互いこうやって話せて喧嘩もする仲なのに、妙なところでそういう他人行儀な感じで、いやこういうことがありましたみたいな感じのなんだこの人だっていや私なんだっけ、めいちゃんだっけ、はい、なんか the talks are going on but like how rude Ami Sakura can be just calling out of nowhere, don't do that, like I've never done that, so why are you getting angry at me, like I saw somebody do it。 あ、じゃあ一回アッキーが靴を忘れちゃったの、なんかどっかの試合に行かなきゃいけない時に一概に靴を忘れて、なんか取りに行かなきゃいけないから開けてほしいみたいな話があって、その時にすごい心底めんどくさいと思ったことがあったの。だから気になっちゃってアッキーが何かで試合するっていうために靴は持ったって毎回聞いちゃうのそれがすごい、これこれです、すごい聞きますでもしょうがないじゃんねすごい聞きます、いや今日も2回聞き何かそう、うん、で2回でした今日も。めいちゃんも仙台ガーズに出る時に、うん、あの起きてるとかすごい連絡しちゃって本当にね、海外行ってる時にねめちゃおかしいね本当にね There's a wonderful story here. I was, one time I forgot my shoes in Ichigaya. To this day every time I have a shoes outside and she knows, she goes like, you have your shoes? I'm like, yes。 海外行く時に待ち合わせ場所にさくらさん来ないからこれやらかしだなと思って、でしかも瓶変えたりとかできないから、まるまる損というか、買い直さなきゃダメだなっていう。Yeah. で、近くのね、はい、めいちゃんにお願いします。ちょっと、多分さくらさん寝てるから、あの家行って起こしてあげてって連絡して。So like, one time, like, when she was supposed to go to Sendai Girls, like, to do, like, shows outside Tokyo, like, she would just call,
you awake? I'm like, it's basically like she starts from a point that you are not doing it. Then she starts and she's like, yeah, but I am. It's like, okay. And herself, by the way, one time she was supposed to go to like, for, by the way, like legit, I think Thailand or Singapore or someplace. And she was supposed to meet Ma-san in airport. Now she's not, he's waiting at the airport and she's not saying, so Ma-san calls Mei-chan who lives close by and like, can you go and, she's definitely sleeping, can you go wake her up? Mei-chan came, wake her up, and then she went to airport. Like, yeah. When Ma-san is waiting at the airport, she's sleeping here, like at her home, not here. で、さくらさんのことを起こしに行っためいちゃんが、はぁーってさくらさん言うから、本当に、うわーと思ってびっくりしたら、さくらさん、うーんって起きてきて、あらあら、めいちゃん、どうしたのって言って、遅刻かしらって言った。So like, me, by the way, あらあら、どうしたの So when めいちゃん was like, she was really at her home. So めいちゃん goes like, ah! Like, she's like really, like, she's super late.And Amisawa wakes up, goes, ah, what happened, Mei-chan? Why are you so, like, so jittery? Did you get, like, late going somewhere? She literally said that. Are you late to go somewhere? 間を置いて、あの、さくらさんが、いや、遅刻は私だーって言ってんだって。And then she goes, she starts yelling, I am the one who's late. そうですね。いや本当そうですね。本当に。で、その時に、あ、Mei-chanどうしたのって、本当なんか冷静さ、寝てませんよみたいな感じで。ああよくバレてないみたいな子供がね親に怒られるときにちゃんと聞いてますよ。でもこれ間に合ったんですよ。And she still made it by the way. That is これだとさくらさんがすごいというか日本の僕はすごいですね。交通機関がすごい。いやすごいですね。優しい。よく間に合ったなと思う。優しいですね本当に。絶対ダメって言われる。いやでもあのギリギリに乗り込んだわけじゃなくて、そう高梨さんとの待ち合わせ時間もちょっと早かったの。でも普通間に合わないっていうあれがすごい。すごいです。あれできて。あの乗り継ぎ走ったスーツケース抱えてガーッと走ったから。あとあれ覚えてます？そのと一緒で。なんかいっぱい出てくるな。鋼さんに持ってきてもらったの。何よ？ベルト。ちょっとわかんない。ベルト？あのズボンとかを止めるやつ。違いますよ。海外行って試合でそれでチャンピオンとして行かなきゃいけないのにベルト持ってこなかったんですよ。でやばいと思って、したらさくらさんがえってキリッとした顔して鋼さんに連絡よって言って鋼さんにここ来てベルトを持ってあの空港の方まで来てもらって。One time.受け取って本当にあれもすごい話ですよ。めいちゃんならと思うか高梨さん foreign place and like as a champion forgot the belt here called up 高梨さん he came here and brought the championship to her in the airport。 そっかそれはでも全く覚えてないわ。あるある高梨さん覚えてるかな。高梨さん覚えてるかな。いやどうだろう。高梨さんも覚えてない気がする。でもあ、原付で持ってきてくれたやつ。あれ原付だったっけ、どこまで、ね、どこまで持ってきてくれたんだろう。空港まで。え、空港じゃないです。どっかの駅に。あ、分かった、思い出した、はい、なんか空港に乗る前の浜松町とかなんかまあその辺だったような気がします。近いところよ。近くないわあれもすごかったですね。なるほど。もうあで、そういうことでやな Yes, let's stop this talk. I'm sorry, I'm very eagerTo stop all the bad things she has done, the talk. It's a long list. Ma-san has like 1,000 of them. なんかいそいそと渡した。なんでかおりちゃんそんなこと知ってんの？ツイキャスでやってたの？やったかもわかんないですね。ですね。そういうのめっちゃ多かったっすよ。で、そういうので、そのめいちゃんやあっきーが全日本さんや戦場さんに出るときに失敗してほしくないなと思って、ついあの起きてるって連絡しちゃうっていい話。私の失敗の経験から、皆さんへ同じ経験をしてほしくないっていう。DDT の話っていいですか？DDT？ ぜひ。まだあるんだ。DDT の大会で、さくらさん来ない。DDT ショー。あったね。そう。まあ、いっか。今いいですよね。で、私もずっと電話し続けて、で、出ないから、あ、これ確実に寝てるわと思って、で、何個か携帯持ってて、どれも出ないから、全部電源切ってるし、もうこれ無理だと思って、あ、これ終わりましたねみたいな感じで言ってたら、すごい真面目な声で原島さんが、いや、さくらさんはプロレスにすごい真面目な方だから何かあったんだと思うよってきっと寝坊ではないよって
ああ知らないんだと思って。本当に原島さんその時とかにさくらさんに対してすごいいい印象を持たれてたんじゃないかなっていう、そのちゃんとしてる人だ、うん、あ、原島さんもねすごいいい方だから、普段はなんていうそのだらしないみたいなキャラクターでみんな見てるけども、うんうん、プロレスに関してはすごい真面目な方だって、でお弟子さんもいっぱいいるしっていう目で見てくれてたんでしょうね。私はさくらさんが遅刻したことよりもこの原島さんのこの綺麗な眼差しを裏切ってしまうことの方が自分のことのように申し訳なくて、さくらさんにはきっと何かあったんだよ。So one time, Ami Sakura was supposed to go to a DDT show and she forgot about it, sleeping. Everybody is calling. Everybody is calling crazy. Everybody is calling crazy. Nothing is connecting. So Masan is like, ah, she's sleeping. Then Harashima-san came to Masan, goes, no. Ami Sakura, even if she looks like somebody who doesn't care, she, it might be a character or something, but just for wrestling, she's very proper. She, there's no way she's sleeping. There's no way she forgot. And Masan just goes like, ah, he doesn't know. Like the fact that it apart from that, she forgot. Masan just like he felt so sorry that Ami Sakura betrayed the beautiful image. In like Harashima-san goes, she has so many like students. Like it is, she is like one of the most wonderful people in wrestling. And the image that got betrayed that day really like Masan like ah, that one hurt. Like Harashima-san で一個思い出したんだけど。板橋の大会、なんか私料理にハマってた時があったの、そういえば、うん、で毎回選手にお弁当を出すっていうのがもうお金が続かなくなって、こんなの私作れないよって言っておにぎりとかサンドイッチとかを作った時があったんだよね。 There was one time she got into like making food because it was too expensive and she was like, okay, I'll just make them onigiris and sandwiches. でその時にもやしかなんかをこうカットする時に指をカットしちゃって、どこか。So she was like trying to cut something and cut her finger. で指を大流血しちゃって。Super bleeding. で、まあ上病院だから上に行って、すいません、助けてって言ったら。Because this is a hospital right above us. 5針。She went to the... もうだからスパーって切れてるから指が。So the doctor up above, it took 5 stitches to close up the wound. なかなかそのお弁当代をケチったために。その大会当日に私がやることではないというか、うん、いろんなその進行とかもストップし、みんなも今日どうしていいか分かんないみたいになり、so like、the show got stopped because it was the day of the show. That's why she was making those things. 本体ぐるぐる巻いて、so, a lot of things happened. 行ったんだよね。焼きそばパンだ。焼きそばパンに、の焼きそばにもやしを入れるために、もやしだか紅生姜だか。で、切ったんだけど、その時のやっぱり行ったらサカさん大丈夫ですか、すごい手ぐるぐる巻き出し、試合やったんだっけ、ですごい言われて、なんか本当に申し訳ないと思って、その状況をコロコロこうでした、ごめんなさいって言った時に、その袋をこう切ったんですよ、下地指が切れちゃってみたいな話したら、原島さんめっちゃ真面目な顔で、え、どうして、それはまな板に置いてまな板の上から切ればいいだけじゃなかったの、え、どうしてこう切るの、こうしてこうじゃないのって、これを嫌味いたらしく言うんじゃなくて、うん、真面目に言うの、なんでそういうことする人がいるのみたいな感じで言われてって、自分なんかもう ごめんなさいって本当に、いや本当ごめんなさいですよ。え、でもどうやって切る、こうやって切る人いない、こう、ね、こうさ、こういう風に振ると切って切るよね、優しいね、こうやって置いてこうやって切りなさいって、うん、でもびっくりしちゃって、うん、それはでも原島さんのそれを忘れられないかな、うん、そうですね、うん、まあね、いい話なんだか何だか分かんないですけど、いやでも感動したというか、うんうん、ちょっとね文句っぽくね言ってますけど、さくらさんそういう風に言いつつ、うん、あのそのさっきの遅刻した時にさくらさんね、うん、最終的に DDT の会場来た時に、うん、私あーっと思ってさくらさん来たから来たって言おうと思ったら、大きい声出して注目されるのが嫌だったのか、さくらさん無言で喋るなーって言ってもうこれシーンがやばいじゃんって、ただ無言の子喋るなーっていう、あっちの人ウォーと思って、もうこの人まだごまかせると思ってるの、この時間まで遅刻して、あれ私はさっきからいましたよみたいな感じでごまかせると思ってて、まず最初にすみません遅れましたってでかい声だろうと思って言えない、うん、So like Ami Sakura, the day she didn't wake up and Harashima said like she must be awake, she got to the venue and Masan was about to call outto her, like Sakura-san, but yep. Ami Sakura watching him like seriously goes, don't talk, like she was still trying to sneak in
in the venue. Like her face was like, just touch. Do not say a word. Like that feeling. So. まあありますよね。全部ありますよね。Yes. It happens. あると思います。全部済ませるって。Yes. It does happen.はい、it happens. 長いお時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。Yes, I'm sorry. I had decided to run away now that every talk is coming about her. そして、あの一部を切り取るとすごい悪意のある人になってしまうのでお気をつけください。どこ切ってもね悪意しかない金太郎飴みたいな人じゃないですか。どこ切っても悪意出てくるわって。はい、ということで、まあ、なんでこの番組で高梨さんゲストに来ていただいたかというと明日のね、17周年、はいはいはい、こちらを As to why Masa-san is here as a guest today Tomorrow is Masa-san's 17th anniversary in professional wrestling on 14th of September For that we have a special match tomorrow with almost, you could say, with his past and his present and future colliding each other in Chonsiryu versus Chris Brooks, he would be available. He would be like here on the venue as well. Let's make sure he has one hell of a party for that anniversary. Mm. Even though he's not wrestling, let's make sure he forgets that. 写真みんなにスクショで写真撮りたいんだけどちょっと集まってだろ？はい。写真撮りますか？ So we're gonna take like a screenshot almost. ちょっと外に出てて。え？チームページで撮りたい。I am being, by the way, just to let you know what's happening. It is basically happening. I mean, Sakura is asking me to run away because she wants to take a picture with Jinbei. じゃあ、それにしましょう、さくらさん。一回さくらさんがここになって、私3人がいい写真を撮って、あとでさくらさんが自分のジンベイの写真を撮ればどうですか?4人で撮ってからね。4人で撮りますか?4人で撮りましょう。そうです。はい、行きまーす。仲良し。Yes, he did ask me that. By the way, めちゃん、これボスの席がど真ん中に来て、すごい綺麗な写真になる。Let me tell, hold on a second. 私も撮ろうか。もうさすがに出てるので。アキーなよ。ちょっと待って。大丈夫。アキーカメラも。I am the cameraman. It's inevitable. Can't really do anything about it.せーの。はい。いや、その時にこの笑顔できるんだから怖いよね。怖いね。いや、なんか。どうでしょうか。OK。まあ、いろいろ言いたいことあるけど。いや、Ms. Hamura says wants to say a lot of things, but still. We are 3 hours 10 minutes into the show. Thank you.はい、来て来て終わるよ。出てこそのもん。No. 大丈夫ですよ。さくらさん、秋がいない方がいいって言ってたし、私行きません。はい、行きたいよ。行くし、やんないでください。はい。座ってください。もう、やりすぎますよ。やりすぎですよ。揉めた。Here I go。椅子がない。空気です、空気です。Yes. I'm Sakura.What is happening, by the way? Are we closing the show? Hold on a sec. Thank you very much, everyone. Just for English, I am here to close out the show. I'm Sakura making Masa Takanashi uncomfortable till the end. We go through it every day, so it's fine for us. But thank you very much. Tomorrow is the 17th anniversary on ChocoPro Live 48. It is on tomorrow night, that is 14th of September, 8 p.m. Japan time. There's three matches scheduled for the show. The first match is Aki and Chie teaming together. This will be a very high energy team. Like, I'm really, really looking forward to it. She just came back. She's like super pumped into it. I'm making my comeback, so I kind of relate now. So we're going to do everything we can to take down Otoki and Lulu Pencil. I haven't wrestled Otoki in quite some time, so I'm really looking forward to what happens there. The second match is...第2ですか、うん、Chris. Okay. So the second match is Masa Takanashi's past, as in his partners, as in his rivals, as in someone who has like incredible engraving in his career. Chonsiryu versus his now and his future that is having a big, big part in the career side of that. Chris Brooks are going head to head. In just the individual wise, that show, that match is so specifically awesome. As inEven style-wise, it is incredible what that's going to happen in match number two. Now, for the main event, we're going to see a comeback of the Apple Queens
right here. Yes. I'm Sakura and my best bro, Mei Suruga, in a beautifully shiny costume. By the way, Mei-chan looks incredible in that costume. She just looks incredible. So, they are, Apple Queens are back to take on your ex Got The Move tag team champions, Yunamun and Saki, the Tropical Wilds. That is going to be the main event. It's going to be a big, big, it's a big show. It's a big card. In like, the third match just got thrown in for no reason. Almost seems like no reason, but it is a very big card for Choco Pro to do. There's more than usual wrestlers. And also it's my son's 17th anniversary, so it's going to be wild. Please do show up tomorrow, 8 p.m. Japan time. Sakura-san. Okay. Here we go. Here we go. じゃあ、あの、1台鏡があるから自分たちが映った時に笑っちゃうんだよね、こうあ、ちょっと待って、こっち映さないで、アッキーメイちゃん、やってやってカモーンよしこれ可愛いんだけどババーンアレクサンダー、オブコーオブコーオブコートゥデイセンキューオブヒーロー、シキンシキンえーん、デデン、あCome on, new face! I'm waiting! Thunder47-san! Ooh! Thunder! And... Sayurist, Matt! Thank you, Shuriken boy! Shuriken! And... Yugengaisha, Torakikaku, Yukana-san! Torakikaku-san! Arigatou! Arigatou! Bring all happiness!And Emily, thank you. And Zion Maki. Zion Maki, Derailment of Thoughts. Please do check out the blog. It has a lot of Gatomo articles as well. Feel check. And Baba, Namenuko-san. Namenuko.アップルダーミー Thank you! And ドゥ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 ドン Tokiko Appreciation Gang! Penguin Girl! Penguin Girl! Bebe And ドゥ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  Freddy Primo! You are beer buddy! Thank you, Freddy! Hi! And ドゥ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 バーンバカなる東京さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。おです。And the yo yo, MC Rin Rin, Alfie Fisher, the yo yo, thank you. And the 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 Stuart. Hey Stuart. Facial Army. Army. Thank you. And. My glass. Thank you, dog. And ba bam bam ba bam ba bam bam ba bam. Hey, Jorge. Hi, everybody. This is Ichigaya. And bam. Oh, what happened? What is happening? Hiroshi! Rook! Hiroshi! Hiroshi! Oh, sportsman! Oh, looks so cool! Thank you, Hiroshi! Designed by Mitsuru-san! Thank you! By the way, Mei-chan is the one who started the stream today, so she's going to edit as well. Hey, Masa! Come on!
あ、みんな下に座りますか。すごいですね。カメラ。どうやってよ。何か終わるの？え？スイムにカットしなきゃ。本当だ。あと、OK。それでは明日の大会も皆さんお楽しみにしてください。シーッ、イエーイ、リビット、イエーイ、ウィアー、チョコプロ、ありがとうございます。バイバイ、See you guys. Everybody, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. ビジョン、ビジョン、あ、サンダーフォーセブンさんありがとうございます。サンダーさんありがとうございます。ありがとうございます。バイ。高梨さんの一日も早い復帰を楽しみにしています。どうもありがとうございます。私もありがとうございます。See you tomorrow!